3の4からです。今日は3の4と3の5をまあ大まかに2コマずつぐらいに分けてやります。3の5の講義資料はまだ多分取られてない方もいらっしゃると思うんですけど、私が来た時に一応後ろに置いてますんで、お昼休みにでも取っていただければと思います。で、今日はバイオコンダクターのまあ使い方とかですね、そのあたりの話になっていくんですけども、実質的には昨日やりましたよね、バイオストリングスっていうパッケージを使って翻訳配列を取得するっていうあたりをやりましたけども、またそのあたりからちょっと入っていこうと思います。まずは若干ちょっとイントロ的なところでチップスから入っていきたいと思います。セットワーキングディレクトリ、セット WD っていう関数を利用した効率的な作業ディレクトリの変更っていう、ちょっと前座的な話から入っていきたいこうと思います。この R に慣れてくるとですね、毎回こう R をじゃあ再起動して作業ディレクトリに変更してくださいってまずはやるんですけども、その GUI 画面上での煩雑なファイル作業ディレクトリの変更っていう作業を効率的に行いたくなるわけなんですよ。で、 Linux をみんな、多くのバイオインフォ系の人が使っている理由は、GUI って鬱陶しいんですねコマンドラインでこうサクサクやれればそれに越したことはないんですよ。なので、それと同じようなノリがちょっと若干違うんですけども、 R でも一応できますよというところからの話になります。作業ディレクトリの変更は RGUI でディレクトリの変更っていうところをやって、なんかデスクトップ上のホゲとかって OK って皆さんやられてますよね。で、その後に getwd っていう関数を使って、このあたりは皆さんもう一回打ち込んでいただければと思うんですけども、 Linux の pwd っていうコマンドに相当するのがこの R の getwd っていう関数でしたね。で、 Linux のディレクトリ変更コマンド cd change directory に相当するのが R の get じゃなくて set working directory の setwd っていう関数があるんですよ。あるんです。で、これを使うときに重要なのは getwd の出力結果の状態っていうのを皆さんそれぞれ把握しておくということがまず重要になります。つまりこの赤線で囲っているように、私の環境ですと C ドライブのユーザーズ稼働とデスクトップホゲっていう、私のこのデスクトップホゲのパス、絶対パスっていうんですけど、その状況はこんな感じに見えているということを知っておくことが重要になります。で、デスクトップのホゲホルダー中に今日の日付の R コードのファイルがあると思うんですけども、こいつをテキストエディターで開いていただいて、開いてください。そして開いたら、この赤線の部分に相当するのはこれ私の環境でのみ有効ですよね。ユーザー名角田だから、皆さんそれぞれ違いますよね。なので、この R コンソール画面上でこの赤線になっている部分、これコピーできるじゃないですか。選択してコピーして、ここ書き換えてください。書き換えてみましょう。書き換えは終了しましたでしょうか。今ここの赤線の部分が皆さんそれぞれ そのデスクトップホゲっていうところの絶対パス指定に書き換わっているという状況で、この後話を進めますけども、一回また R 閉じてください。一回 R 閉じてもう一回再起動してみてください。一回 R をまた閉じて再起動して、再起動が終われば、この黒枠の部分ですね、 getwd、 setwd、 getwd のこの3行分の黒枠で囲ってある部分のコピペを R コンソール画面上で行ってみてください。
いかがでしょう。なんかちょっと困ったなっていう人いますか。よろしいですか。今ここで示しているスライド6で示してあるこのような、これと全く同じ結果に皆さんはなっていないはずですよね。で、GetWD っていう最初に R を立ち上げた直後の段階は、私の環境ではこうデスクトップにデフォルトでなるように実は設定してるからこうなっちゃってるんですけども、皆さんは多分マイドキュメンツとか Windows の人はマイドキュメンツとかになっていて、 Mac の人は何かわからないですけども、まあとにかく初期状態の作業ディレクトリになっているはずです。でその後にこの setwd っていう関数でデスクトップのホゲってやつに移動した後にまた getwd で確認してるんですね、作業ディレクトリの状況。これ変わってますよね、最初 setwd かける前と後ででしょ。まあ、こんな感じでですね、GUI ベースでなんかファイルメニューからいちいちチキチキと GUI ベースでやる必要がなくて、本当は大体みんなこう作業する場所って決めてるじゃないですか。デスクトップ中になんかフォルダ作ってやるとか決めてるし、マイドキュメントの中のなんか適当なフォルダ名とかいつも大体固定してやるんで、慣れてくるとですね、まあ、こういう感じでもう自分でこう setwd でこう作っておくんですよ。で、ある自分で起動した後にコピペで作業ディレクトリにサクッと変更するっていうのをやります。どうでしょう、ここまでまだできていない人いますか。よろしいですかね。対応 PC の人は多分ここでうまくいくんですね。で、多くの人がうまくいけない理由はすごくシンプルで、ユーザー名が多くの人 IU じゃないですよね、だからです。で、ここで私がもう今は解析引退しちゃってるんですけども、昔私がやって自分で手を動かしてた頃はですね、このファイル名で R コードトランスレート 2.txt っていうファイルが、まあ、ホルダー中にあると思うんですけども、最初にこの作業ディレクトリの変更っていう部分を実際に解析を行いたいコードの上の方にこう書いておくんですよ。いくつか候補のやつを書いておいて、で今ここで実際に聞いてるのはこの一番上のこう setwd のデスクトップホゲってやつなんですけども、他にもいろんなこう、ま、ドキュメンツの時に、綴りどうだったかなとかいうことがあるんで、まあ、こういう感じでドキュメンツの場合の setwd の基本形っていうかテンプレートを一応こうやって用意しておくんです。でコメントアウトしておくから、これは実際には動かないですよねっていうふうな感じにいつでも変更できるようにしておいて、そしてまあこれの一連のコードを用意しておいたものをファイルを起動して、まあ、R 起動直後にコピペすると、でそうするとまあ作業ディレクトリの変更なんかいちいちやらなくていいということになります。まあ、こんな感じでだんだんこう楽して解析をどんどん進めていくような感じになります。はい、ああもう書いちゃってますね、ここにね。これをまたキナが起動して自分でコピペしてみてください。作業ディレクトリの変更の部分を自分用にこう変更して R コンソール画面上で一応コピペまでやっておいてください。コメントの部分はやらなくていいですね。実際にこう変更、今必要最小限で変更すべきはこの setwd のシャープが最初についてないところだけを変更すればいいわけですよね。どこに変更すべきかというと、まあ、デスクトップのホゲのままだと思います。なぜかこの翻訳配列取得のコードはサンプル &faster があるのはデスクトップのホゲフォルダーだからですよね。このファイル名の R コードトランスレート 2.txt で、まあ、最後にこの R コンソール画面だけを見せてますけども、こんな感じになっていない人はいますか。今のうちにこの辺りはできるようにしておかないとこの後で詰まってきますので、できていない人、よし、じゃあ進めます。スライド10です。スライド10、先ほどのこの R コードトランスレート 2.txt の翻訳配列取得の
まあ、大元のテンプレートは何だったかっていうと、このスライド10のこのイントロ一般翻訳配列を取得っていうところの1番だったわけです、まあ、こいつをコピペして rcode2.txt の、まあ、ここら辺のテンプレートとして使っているということになります。ですので、まあ、色味が違うんでちょっとこちらの方が分かりやすいんでこちらで説明しますけども、これは入力ファイルとして手元にサンプル &FASTA っていう塩基配列のファイルがあって、そしてこいつを入力として翻訳配列を取得した後に hoge1.fasta っていう出力ファイル名で保存したというそういう手続きになります。ですから入力はこの塩基配列ファイルのこういうもので、出力はアミノ酸配列ファイルでこの SDGL っていうアミノ酸配列の一文字表記ですね、それが見えているということになります。これはまあ昨日のおさらいですから特に問題ないと思います。はい、ここからがちょっと本番になってきますけども、他ちょっと待ってって人いますか、手を挙げていただけると後ろ向きで大丈夫ですか。いいですね。はい、ではスライド11でデータの型っていうところをいきます。トランスレート関数の入力情報 AA ストリングセットって何ぞやっていうそういうあたりをいきます。ファスタって打ち込んでみてください。ファスタ、他の方はこのトランスレートファスタとかホゲなんとかかんとかとかってやつをですねどんどん打ち込んで同じようなのを見えるようにしておいてください。これと同じような感じになっていない人っていますか。いや俺でエラー出てないんだけどとかって人いますか。いないですよね。じゃあ説明を始めます。説明します。今このファスタを打つ前の状況は何だったかというと、このファイル名の rcode.translate2.txt のコードを全選択してコピペしていただいて、その後にファスタって打ってもらったわけなんです。このファスタっていうオブジェクトにはアミノ酸配列の情報が格納されていることが分かりますよね。だってこれ出力ファイルと同じ文字列ですよね。文字列なんです、はい、でここにこの AA ストリングセットって書いてあるんですけど、これの AA はアミノアシッズ、アミノ酸の略です。でこれはクラスオブジェクトって言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ、少なくともなんかそういうなんていうのかな、実用上は AA ストリングセットっていうものとか型という程度の理解で十分です。十分です。で次にここに皆さんにこうトランスレートファスタって打ってもらってエラーを出してもらったんですけども、このファスタというオブジェクトを入力としてトランスレート関数を実行してもエラーが出るんです。でこの理由は明確で、トランスレート関数って何をやる関数ですかっていうことを思い出せば原因はシンプルにこう何かなんていうか解決策に行き着くわけですよね。もともと左側で何のエラーもなく皆さん動きましたよね、このトランスレート関数の部分が。でこれはもともとのこの入力として与えているファスタ、この時のファスタっていうのは塩基配列だったわけですね。でその結果を最終的に出力間際にこのアミノ酸配列状態で最後出力させてるわけなんですよ。だからアミノ酸配列に変換されたものを入力としてトランスレート関数に渡したって、アミノ酸配列なんてトランスレートできませんよってエラーが出るんですね。まあ当たり前といえば当たり前なんです。だからこのアミノ酸配列情報からなるファスタオブジェクトを入力とするのは想定外なんです。だからこのエラーメッセージがこれ何書いてるのかわからないですけど、私もわかりません、わかりませんが、やってはいけないことをやってるからエラーが出るっていうことぐらいのことはわからないといけない。そこが重要なポイントです。で、まあ先ほども言っちゃいましたけども、
この左側の塩基配列情報からなるファスタオブジェクトを入力とした時には正常に動作していたんですね。で当然ながら、まあそうか、同じことも言っちゃってますけど、アミノ酸配列情報からなるファスタオブジェクトを入力としている以上、それと全く同じコードにここでなんかホゲ矢印とかっていうのをつけようがつけまいがエラーが出ることに変わりはない。ただそれを言ってるだけです。でこの R コンソール画面上、 R コンソール画面をビヨーンってこう横にこう引き伸ばしていくとエラーメッセージが途中で普通消えるんですけど、ザーってこう全体が見えてくるんですね。引き伸ばしていっていくとこんな感じで見えてきます。これがエラーメッセージの全貌です。トランスレート関数の基本動作が今皆さんも昨日も散々やったから分かってるんですけども、分かってるという前提なんですが、この基本的なその動きが分かっている状態で眺めて AA ストリングセットというここに何かキーワードありますよね、でアミノ酸配列情報を入力しているからダメだと言われているのだろうという対策方針を立てればいいと、そういうことです。スライド16です。ここの3のホゲっていうオブジェクトはこれはね、この2で行った結果のホゲではなくて1の実行結果として得られたホゲなんです。ここの3のやつを皆さんこれ打ってみてリターンを押すと、なぜかこの AA ストリングセットインスタンスとかっていうような感じで何のエラーもなく見られるじゃないですか。これは別にこの2番で打った結果がなんかなぜかエラーが出てるのにうまくいってるってわけではないんですね。単純に昔作成した1のところで作成した同名の同じ名前のオブジェクトがの中身が残っていたっていう、ただそれだけの話です。これが昨日の最初の方で皆さん軒並みこう私の状況と違ってて仕込んでて言い忘れたっていうやつと、まあ、同じことなんですね。こういう類のエラーもよくあります。ですからまあ気をつけておきましょう。まあ、このあたりは多分質問とかをするっていうよりも自分でこの動作確認をガンガンしていくことによってまあ分かるようなところだと思います。で次にこのオブジェクトの消去っていうところをやります。じゃあどうやってこの昔残った変なやつを消すかっていう、そういう話になります。スライド18です。オブジェクトの消去は RM という関数を使います。 RM は Linux コマンドと同じですかね。 RM でしたよね。はい、これをまあ一連のコマンドを皆さんちょっと打ってみてください。スライド18の R コンソール画面に見えているものを打ってみてください。はい、エラーが出たところで、そこですいません、エラーが出た時点でスクリプトから抜けるというような書き方はできませんでしょうか。ああ一応できるんじゃないかと思いますけど、この春電気配列解析のウェブページ上ではそういう書き方にはしていないですね。私の戦略はエラーメッセージとかをなんか灰色のオブジェクト名で表示させてそこで確認するっていうふうな感じにしちゃっていますね。はい、もちろんできるとは思いますけども、 if 文とかがあるとやっぱりこう説明で結構服部先生のところでも if 文とかで結構皆さん混乱してたじゃないですか。そういうこともあるんでちょっとなんか教えやすさとの兼ね合いで言えてない、そういうポリシーでやってます。まあんまりじゃあどうするんだっていうところを教えてないんでちょっとあれなんですけど、はい、どうですかね。こういう感じに皆さんなってますよね。もうちょっとまた打ち込めてないから待ってほしいって人いますか。よろしいですかね。はい、じゃあ行きます。
まずここで最初にやってるのは RM というコマンドでホゲというオブジェクトを消してるんですよ。消してるんです。ですからもうホゲっていうのはこの段階で消えちゃってるんで、その後にホゲって打ち込んでもそんなオブジェクトはありませんって文句言われるんです。でその後にトランスレート関数を実行した結果をホゲに入れるとエラーが出るんですね。先ほどと同じようにエラーが出て、エラーが出るんだけど、1個前のスライドだとホゲの中身表示されましたよね。だけど最初にこの RM コマンドで消してるから、本来はまあできないホゲがまあないままになっていて、これで正しいですよ。ここですね、スライド19でいっちゃってますけど、これ単純に確認してるだけで、 ls コマンドとか objects っていうコマンドを打ってみて、オブジェクト名、利用可能なオブジェクト名をこう表示させてもホゲっていうオブジェクトはないですよね。ただそれを確認しているだけです。どうでしょう、このあたりは、まあ、まだ異論がないところだと思いますね。次いきます、スライド20です。赤色の枠内読みますけども、現在作成されている配布資料、ここ全オブジェクト全消去とかなんかちょっとなってちゃってるんで、ちょっとひっそりと消しちゃってますけど、全オブジェクトを消去するやり方は RM リストイコール LS なんとかってやつです、まあ、これはおまじない的にもこういうコマンドを打てばいいっていう程度でいいと思います。で消去後にこのコマンド実行した後に再び LS 関数を用いて、まあ、利用可能なオブジェクトを表示させようとしても、オブジェクトの全消去を行っているから何もないという結果が得られるんですね。でこのキャラクター0ってやつは何もないっていう意味です。これ皆さん一応やってみてみましょう。おまじないって言ったのに質問してちょっと恐縮なんですけど、はい、昨日のデータ解析基礎の 3-2 のところで、はい、いくつかの その関数を入れ子状態にして使ってるところがありましたよね。ありましたね。で今回のやつは、一回そのリストっていうのに代入してからじゃないと、その RM っていう関数働かないので、なんでなのかな、今ちょっとその自分で RM カッコ LS やってみた、エラーが出ますよね。はい、はい、まあ、そんなもんですはい、多分これ RM 関数は 何かな、この LS で LS だけで表示させるものと、なんだろう、文字列として認識するとかそういう感じでしたっけ。はい、後ろの孫君が答えてくれます。ね、RM にはいろんな引数がいろんなオブジェクトの名前を引き受けて削除します。で例えばすでに A に1、B に2、C に3を代入した ABCD オブジェクトが3つあって、それを削除する場合は RM カッコ A コンマ B コンマ C で削除します。でこれだとオブジェクトを変数を1個ずつ入力しないといけないです。でその RM には特別な引数が用意されてて、その引数の名前がリストなんですね。でそのリストにそのオブジェクト名のリストを与えれば、それをもうそのリスト内にある名前を全て削除されること、全て削除するといった感の機能を持ちます。なのでリストイコール何とかにすると、わざわざ ABC とかそんなめんどくさいことしなくても大丈夫です。ストップっていう回答を聞いて、なんだかこうついていけないなって思われてる方は、もうおまじない的にこれで終わればいいということです。で私とかはもう確か気になるんですよ。で気になって LS だけリストっていうのを除いて LS まで打って、なんかちょっと見栄えが違うから、あうまくいかないんだねやっぱりっていう程度でもう思考停止します。はい、まあ、実用上それで十分なんじゃないかなと思います。よろしいですかね。
で、スライド21なんですけども、これまたあのファイルをまた新たにテキストエディターで開いていただければいいんですが、 R コードあるのかな、なかったとしてもこの辺り自分でこう挿入していただければいいだけなんですが、 R コードトランスレート3っていうものでこう表示すると、まあ、先ほど最初のイントロで作業ディレクトリの変更っていうのも、あのおまじない的につけますよと。で、まあ、その間にですね、オブジェクトの全消去みたいなのもやっちゃ入れちゃうんですね。もう何も考えずに思考停止して、まあ、これが一番安全だと思います。うん、まあ、一番最初昨日言ったのは、なんか変なことが起こったら R を一旦終了してから再起動っていうのは最初に言いましたけども、まあ、だんだん慣れてくると R の再起動とかやらずに、まあ、最初にオブジェクトの全消去をやっておいて、まっさらな状態にしておいてやるということをします。で、こういうまあ教え方をしていくと、なんかやるためにオブジェクト名をどんどん変えていけばいいだけなんじゃないのって思う方がいらっしゃるかもしれないんですけど、それはあのヒトゲノムとかマウスゲノムっていうのをオブジェクトであの取り扱おうとしていくと実害を被ってくるんで分かるんですよ。例えばあのヒトゲノムで3ギガのメモリ使うわけですよね。でそれをなんかちょっと処理して別のオブジェクト名でやる、6ギガになとかなるわけですよ。また別のオブジェクト名9ギガと、もうノート PC では取り扱えないでしょ。そういうので実害被るんです。だからあのどんどんオブジェクトの置換っていうような感じでやるんですっていう戦略を私のウェブページは取っています。まあ異論がある方はまあ実害を被っていただければと思うんですが、はい、まあそれが多分安全だと思います。うん、ここまでで、なんかこうエラーがあるのに変なオブジェクトが昔のオブジェクトが残っていると、でその対処法として RM 関数を教えて、あの無難なやり方というので R コードトランスレート 3.txt みたいな作業ディレクトリ変更、オブジェクトの消去、本番みたいな、そういうのがまあ無難なやり方ですよっていうのを言いました。でまたちょっとここから話を変えて、またこのデータの型っていうのをもう少しきっちりと見ていきましょうというところになります。スライド22を今説明しています。このハテナトランスレートまたはヘルプトランスレートでも、トランスレートっていう関数が受け付けるものの中に、まあ、多分あのエラーが出るから AA ストリングセットっていうあの型は含まれないんだろうっていうふうに皆さん予想しなければいけないわけですね。でこの入力として与えるファスターオブジェクトとかオプションのことを引数と言います。これはあのシェルスクリプトとかとまあ同じですね。はい、スライド23です。ハテナトランスレートとか打ってみましょう。そしてもう一度このトランスレート関数の挙動の説明部分のマニュアルをもう一回眺めてみましょう。そうするとまたあの昨日は分からなかったけど今日は分かるっていうものが出てくると思います。この話をまたこのトランスレートの方に戻すんですけども、このトランスレートってやつを打つとこのバイオストリングスパッケージから提供されているっていうことはまあ分かるわけですね。ここで分かると、そしてユーセージを見てこの中いろいろ引数があるなっていうことも分かって、アーギメンツのところを見てこの X のところですね、こいつがまあ実際にこう我々が今あの入力として与えているファスタっていうオブジェクトに相当するんですけども、これここでもあの受け付ける型が書いてるんですね。 DNA ストリングセットって型は OK だし、 RNA ストリングセットも OK だしとかいうようなことを書いてます。で重要なことは AA ストリングセットっていう今我々が入力として与えてエラーが出たというものは、その型名はここには書いてないですよね。あ、だから、まあ、やっぱりうまく動かなくて当然なんだなっていうふうに理解するんです。ではスライド24いきます。次にデータの型2ということで、翻訳配列取得のコードの中身をあのまだ一度も解説してなかったんですけども、ざーっと紹介していきます。このウェブページを開いて、もう一回開いて、まあオブジェクトの全消去をやっちゃっても別にいいんですけども、今は多分何の問題もなくそのままの状態で RGUI 画面上でやっちゃっても問題ないと思います。イントロ一般翻訳配列取得の、まあ、この黒枠内の部分をコピペしてみてください。
どうでしょう、やってくださいと言ってウェブページをこのイントロ一般翻訳配列のところまで行ってコピーしてアルコンソール画面上でペーストするだけだから、これぐらいの時間の幅で皆さんできていなければ本来いけないですけどまあこれがまあ私のスパルタって言われるゆえんなんですが、まあいいや、これここまで皆さんいけてますね。行った後に一応これファスタって打ち込んで同じような状況にしておいてくださいね。ファスタって打っておいてください。先ほど あのエラーを出していた時の AA ストリングセットっていう形式とは違っていることが分かると思います。 DNA ストリングセットっていう形式になってますよね。これが入力直後の状態ということになります。はい、これは入力として指定したものはこのサンプル1.fasta ってやつで、デスクリプション行が角田で、塩基配列自体は12塩基分からなる配列だったわけです。でそれはファスタのオブジェクトを表示させるとこのスイークっていうところに塩基配列が見えて、ネームズっていう列のところに角田っていうふうな感じで見えると、そんな感じの見え方になります。でこの DNA ストリングセットっていう形式のオブジェクトはトランスレート関数が入力として受け付ける DNA ストリングセット形式であることが分かるということですね。はい、あこれもう言っちゃいましたね。スライド26は今言った通りですね。あそうか、で配列の長さが withs という場所に格納されていることも分かると。これ12って何かっていうと、この配列の長さ塩基数ですよ。12塩基からなるっていう、そういう意味です。スライド27です。これ一通り打っておいてください。どうですか、よろしいですか。いきますよ。はい、そうか、うん、で入力ファイルのデスクリプション行の記述ですね。このカード、今の場合だとカードタっていう記述ですけども、これはネームズという関数で取り出せてますよね。取り出せるということが分かります。またこの withs という関数を使うことによって配列の長さという情報も取り出せることが分かります。これどうしてそういう書き方をするかっていうと、この上の方のファスタというオブジェクトを表示させたときにここに見えてますよね。 withs っていうところ、 seek っていうところ、 names っていうところが見えてるじゃないですか。でこういうのを見て、あなんかこう names っていう関数で取り出せるんだなとか、そういう感じのなんていうか感覚的にこう身につけていくようなものですね。そして昨日も確か質問があったと思うんですが、じゃあここ seek って見えてるから seek っていう関数でこの塩基配列の情報を取り出そうとかって思っても、それはうまくいかない。これ理由は seek っていう関数はまた別の意味がある関数だからです。なんかこれがメインなのにっていう気がするじゃないですか。 AGTGA とかっていう関数のものがメインなはずなんだけど、なんでそれが取り出さないんだって思うかもしれませんが、それは実はこのファスターオブジェクトのメインがもうこれだからですよ。そう判断すればいい。まあそれでもどうしても取りたいという場合は as キャラクターっていう関数を使えば取り出せます。文字列っぽく取り出すことができますということです。またもう一回この本番のところのスライド28ですけども、黒括弧の部分をもう一回コピペしてホゲの中身を表示させてみましょう。トランスレート関数実行後のホゲというオブジェクトは AA ストリングセットという形式に変わっていることが分かると思います。どういう形式に変わるかっていうような情報も、実はこのハテナトランスレートっていうものでマニュアル見るとこういう形式で返すっていう情報は載ってます。だんだん慣れてくるとそのあたりも分かってきます。スライド29です。スライド29、この本番のところのこの3行分ですね。だからネームズとかなんかごちゃ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 書いちゃってますけど、実はこれ少なくとも R のバージョン 2.15.2 までは必要であることを確認しました。これ2012年の10月ぐらいのリリースのやつです。2年ほど前のリリースなんですけども、ここまではあのこういう作業が必要だったんですね。しかしあの今回講義した資料の作成時の環境
私の環境は R のバージョン 3.1.0 とバイオコンダクターバージョン 2.14 ではこの作業はもはや必要はないということが、まあ、講義資料作成中に分かったわけです、うん、でじゃあどう書くかということなんですが、この同じイントロ一般翻訳配列を取得っていうところの今1番をずっと見てますけども、この6番のところに書いてます。これが最もシンプルな書き方ということになります。1だとなんかホゲっていうオブジェクトに一時的にこう作ってましたけども、そんなことを全くする必要なくて、トランスファスタっていうオブジェクトをトランスレート関数で実行した結果をまたファスタに入れればいいと、そういうなんか上書き的にやっちゃってるので十分ということですね。ということでですね、このコース終了後に関連箇所をまあ修正するか、バージョンの違いの影響を説明する資料として残すかっていうのはちょっとまだ今も考え中ということになります。こういった類のものはですね結構残っています。まあこんなもんです。スライド31いきます。つまり、まあ、繰り返しになりますけども、一連の手順作成当時ですね、昔この1を作ってた当時ですね、この当時は2年前はこうする必要があったから残っているということで、重要なことは自分の R 環境を把握してバージョンの違いに気をつけましょうということになります。他の共同研究者とのやり取りとかで、あなた昔の古いバージョン使ってるんじゃないですか、いやそうだったですねみたいな、そういうことがまあありがちなんです。バージョンアップとかもしない傾向に、まあ、一度皆さん環境設定したらそれで数年使っちゃうっていうことがありがちなんですけども、それやめといた方がいいです。次スライド32のバージョン情報の把握とどうやってバージョンアップするかっていう、そのあたりの話になります。スライド33です。セッションインフォで打ち込んでみましょう。インフォの i は大文字です。これで自分の R の環境を把握しましょう。どうでしょう、私の環境はこの R バージョン 3.1.0 で今年の4月10日にリリースされたやつで、実際にこのトランスレート関数自体はバイオストリングスのバージョン 2.32.0 というバージョンのものを使っているということになります。皆さんは若干違うかもしれません。で実際にこのようなバージョンを投稿論文にどうやってこう記載するかっていうことなんですけども、例えばこのスライド34 の、 後ろで先ほど答えてくれてる孫君の論文、これも TCC って R のパッケージの論文なんですけども、この本文を見てみると、このオールアナリシスはパフォームで using R バージョン 2.15.2、 これをこの論文書いてた当時は 2.15.2 っていうバージョンで動作確認を行っているというふうな感じの書き方になるので、これバージョン 3.1.0 の場合はここをまあそのまま数値を変えればいいということになります。そして先ほどのセッションインフォでパッケージのバージョン、パッケージとかいっぱいだーって出てきて全部書かないといけないかっていうと、多分そういうわけではなくて、この下の方に The versions of major R libraries って書いてます。これ別にライブラリーのところはパッケージでもいいと思うんですけども、まあ、主要なとか適当に書いておけば、まあ、いくつか使ったメインのパッケージのみでのバージョン情報のお知らせぐらいでまあいいんじゃないかなと思います。でスライド35なんですが、 R& バイオコンダクターとか R スラッシュバイオコンダクターみたいな感じで2大リポジトリの一つである C ラントバイオコンダクターがあるって昨日言いましたけども、その中のバイオコンダクターっていうものが、まあ、ワンセットで記述される場合が結構多いんですよ。でその理由はこの論文の TCC とかバイオストリングスっていうパッケージを含む生命科学系のこのバイオインフォのパッケージの多くがバイオコンダクターから配布されているからということになります。もちろんこの限りではないものもあります。でスライド36なんですが、定期的なやっぱりバージョンアップをお勧めします。半年に一遍やるのがいいと思ってます。どれくらいのこの、期間でバージョンアップなされているかということなんですけども、この R 本体は4月10日に 3.1.0 が出た、3ヶ月後に 3.1.1 とか、これはそれも何ていうのかな、何ヶ月に一遍って決まってるわけではないんですけども、結構頻繁にリリースはなされています。そしてバイオコンダクターはおおむね半年ごとにリリースしています。
4月と10月、4月、10月、4月、これも11月1日なんで、まあ、実質的に4月、10月っていう、そういう感じになります。で、皆さんが、特に Mac の人とかは、マーベリックスをインストールしようとしてて、ハマった方が結構いらっしゃったと思うんですけども、リリース直後にやると、マーベリックスがどうもダメらしいとかっていう情報がまだウェブに乗っかってこないんで、若干1ヶ月ぐらい空けて5月ぐらいとか11月ぐらいとかにやると、なんかそのエラーの情報とかウェブにガーって上がってくるんで、あ、これ使わない方がいいんだっていうふうなことが分かってくるんで、まあ、5月、11月でバージョンアップしていく方がいいんじゃないかなというふうに思います。そして重要なことは、今これを書いたときは、作ってたとき8月14日なんですけども、最新バージョンは 3.1.1 で、バイオストリングスの最新バージョンは 2.32.1 ってやつなんですけどね。でしかし、R のバージョンが古くても、また例えば今日バイオストリングスを新たにインストールすれば最新バージョンがインストールされるってなんか思いがちなんですけども、そうではないという例を示します。はい、例えばこの作った当時と同じ日にバイオストリングスパッケージを 2.15.0 の R の本体に入れると 2.26.3 っていう昔のやつがインストールされるっていうことなんです。これに注意が必要です。だけど実際にウェブとかでマニュアルを見てるものは最新のマニュアルだったりとかするんで、なんかこう矛盾が生じて、なんでこれとかって思うことがまあ結構ありますということです。基本戦略は最新の R のバージョンを使うというのがまあ基本中の基本です。しかし、パッケージでアップデートとかなされていないから昔の R の本体を入れないと使えないとかっていうのもまだいくつか実はあるんですね。なので昔のバージョンのインストール手順も一応示しています。それはこの R でマイクロアレイデータ解析の方のウェブページなんですけども、ここにこの R の昔の、これ見るだけでいいです、見るだけでいいです、昔のバージョンのインストール方法っていうのも一応示していて、でそこを見ていくと、ここをクリックしてとかってなると、こうなんか昔のリリースのやつがガーッてこう見えるんですね。これだけ結構いろいろ出てるんだなっていうことが分かるんですけども、例えば Windows 版のバージョン 2.15.0 をインストールしたいと思った場合には、ここをクリックしてこうインストールしていくんですけども、で R のインストールをしましたと、で R を起動しましたと、2.15.0 の R を起動してバイオコンダクターの最新リリースをインストールしてるつもりでソースバイオシーライトバイオストリングスってやると、どういうことが起こるかというと、今のバイオコンダクターの最新バージョンは 2.14 なんですね。 2.14 だけど、例えば多分今日やっても 2.11 とかになってると思いますっていうようなことが起こります。でスライド39なんですが、これも昨日なんか同じようなことが起こって 3.1.0 なんだけど 3.1.1 みたいな感じのエラーメッセージが出て、それは大丈夫ですかっていう質問があったと思うんですけども、これも同じようなことがやっぱ起こっていて、 2.15.0 上でバイオストリングスのパッケージのみを通常手順でインストールしています。で無事インストールできたようなんで、ライブラリーという関数ですね、この左上のライブラリーという関数を用いてバイオストリングスパッケージを読み込んでいるところなんです。これを示しています。そういう状況を示しています。で警告メッセージが出るんですけども、これはあなたの環境は R のバージョン 2.15.0 なんだけど、インストールしたバイオストリングスのパッケージは R バージョン 2.15.2 の下で作られたものですと言ってるんですね。で実用上はライブラリーが通らなければエラーが出て全然通らないっていうふうな時にはこの警告メッセージは気にしないといけないとは思うんですけども、私はこういう警告メッセージの類のもので実害を被ったことは今まで一度もないんで多分大丈夫です。でスライド40です。でこの R のバージョン 2.15.0 の環境でバイオストリングスをライブラリでこうロードした後にセッションインフをやったものを示しています。どうでしょう、昼休みとかに皆さんやっちゃってみてもいいかもしれないですけども、バイオストリングスのバージョン 2.26.3 っていう昔のやつがインストールされているということが分かります。
重要なメッセージは R のバージョンが古いと R 本体のバージョンが古いと最新版はインストールされません、気をつけましょう、そういうことです。はい、だからまあ定期的なバージョンアップを進めない、何度も何度も同じことばっかり言ってますけども、でバイオコンダクターとか例えばですね、半年ごとにリリースで提供パッケージの数は、今年の4月 のリリースだと824パッケージですね、2011年4月とかだと、まあ、466ということで、こうパッケージ数がガーッて増えていってるということで、こんな感じです。だからまあ最新版の利用をお勧めするということになります。でバージョンアップの意義の具体例なんですけども、例えば、我々の手前にその TCC というパッケージですと、これ自体は論文自体は2013年7月で去年パブリッシュされてるわけなんですね。でその時のバージョンは 1.2.0 とかそれぐらいだったと思うんですけども、今は 1.4 っていうバージョンが出ています。で 1.2 から 1.4 っていう感じでバージョンアップがなされるとどういう恩恵があるかというと、例えばこのパッケージは、まあ、RNA シーケンスの発現変動解析用のパッケージなんです。まあ、今回の枠組みでは言わないんですけども、そういうパッケージで2軍間比較とか3軍間比較とかペアードデータだとかいろんなその実験デザインがありますよね。でバージョンアップすると解析可能な実験デザインが拡張されていたりとか、まあ、他にいろんなアクセサリー関数っていうものがどん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 追加されていたりとかするわけなんですよ。で昨日のおそらく皆さん脳がとろけてる頃に一応最後の方で説明しましたけども、私の2006年の組織特異的発現パターン検証6ってやつも、昔はウェブページ上で関数だけを提供してたんですけども、バージョンアップに伴って2006年の方法なんかも TCC パッケージで実装して簡単に使えるようにしてるとか、まあ、そういう感じ こうバージョンアップ後のパッケージを使うといいっていうメリットの実例がこんな感じになります。でこれはちょっと行ってみましょうかね。スライド43です。スライド43。 TCC というパッケージ名でどうにググっていただいても多分ここら辺に行くと思うんですけども、バイオコンダクターと TCC とかでこう検索していただけるとおそらくこのページに飛ぶと思うんですけども、まあ、それが自信ない方はR 電気配列解析の項目名からこの書いてある通りにたどっていくといいと思います。まあ、要はこの右下に書いてあるようなバイオコンダクターの TCC のページに飛んでみてください。どうでしょう、バイオコンダクターの TCC パッケージのページまでまだ行けてない方、行けた。はい、じゃあ説明を始めます。スライド44 の TCC パッケージのちょっと下の方にこうドキュメンテーションってやつがあって、それのこのニュースっていう項目があって、テキストっていうところをクリックしてみると、ニュースなんでこのバージョンアップに伴ってどんな感じのこう変更がなされているかっていう簡単なこうコメントが書かれているんですね。でなんかあるパッケージを使う関数を使っていて、なんか動かなくなったぞとかって思って、よくよくこういうところを調べてみると、関数中のオプション名が変わったとかですね、出力結果の形式が変わったとかっていうのは、そういうのをひっそり書いて、親切な人が書いてくれていたりとかします。まあ、そういうので、ああこれだったのかとかっていうので、いつの間に変わってたんだみたいな感じのことが分かったりするわけです。例えば、この黒矢印の通りで言うと TCC っていうパッケージのバージョン 1.1.3 ってやつもリリースしてたんですけども、こいつはですね、RNA シーケンスのデータを模倣したシミュレーションデータとかを作る関数なんですね。でまあ、こういう関数名だったわけです。昔はジェネレートシミュレーションデータっていう関数だったんですけども、このファンクションをまずリネームドトゥシミュレートリードカウントっていう関数名に変わっていたりとかします。なんで変えるんだよって思われるかもしれませんが、まあいろいろ大人の事情があるんですね。そういうのもまあ分かるわけです。でこのリファレンスマニュアルっていうところをの PDF のところをクリックすると、この今の TCC バージョン 1.4.0 で利用可能な関数名を一覧することができます。こうやってこう PDF のところを見ることによって、普段自分が使っていない関数を新たに知ることができるわけです。スライド46をこれは示しています。
でこの赤枠で囲ってあるやつが関数の一覧ですね。どんな関数がこの TCC パッケージで利用できますかっていう関数の一覧になります。スライド47です。47、例えばこの NB サンプルっていう関数名のところをクリックしてみましょう。 NB サンプルっていう関数名のところで、この TCC のパッケージに限らず、これはもう完全に開発者側の論理です。我々側の論理なんですけども、現在は非推奨の関数が残っている場合があります。で大抵の場合はですね、親切な人は、我々みたいに親切な人は、あの赤の下線部分のようにこう消去予定だっていうふうな感じの通告を書いているんですね。でその代替手段として use simulate read counts instead とかっていう感じで、この simulate read counts っていう関数を使いなさいと、 NB サンプルっていう関数は使うなというふうなことを書いてあるわけですよ。でじゃあ次のリリースで消すかどうかっていうのは、私がこの孫君とかに、あ、じゃあもうこの関数消しちゃおうよって言って孫君が消すと、次のリリースから皆さん使えなくなると、そういう感じです。ではスライド48なんですけども、ライブラリー TCC って打ち込んで、ハテナ NB サンプルっていうこの消す予定のパッケージ関数をハテナで見てみましょう。ライブラリー TCC って打った後にこうなんかいろいろベロ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 ってこう表示されると思うんですけど、それは特に気にしなくていいです。ライブラリで TCC パッケージのロードが成功さえしていれば問題ないはず。ライブラリー TCC でいろいろベロベロって出るんですけど、通ってるか通ってないかが分かるかどうかの判断は、ハテナ NB サンプルで見えるか見えないかっていう判断の仕方でもありです。ライブラリ TCC っていうものを打ち込んだ後にもう一回ライブラリ TCC って打つと表示されなくなるんで、それで確認するのでもいいです。今このような画面が見えてると思うんですけども、これがあのリファレンスマニュアル中の記述 と、そうかそうか、あのここで見えてるやつね、リファレンスマニュアルをずっと PDF で見てるやつの結果と、このハテナ関数名で得られる記述の内容っていうものは全く同じですということです。ここまでが午前中の話です。何かありますでしょうか。よろしいですかね。あ、はい、はい、マイクお願いします。マイクの誰だ、誰も持ってないの。あ、はいはい、ちょっとだいぶ前に戻っちゃうんですけど、だいぶ前に戻っちゃうんですけど、また LS の話、また LS の話、はい。あれ、あのパターンマッチとかって使えないんですか。あのその要するに全部じゃなくて、ああ、いや多分使えるんじゃないかなって思いますね。じゃあどうするんだっていうことなんでしょうけど、パッとは思い浮かばないです。誰かあの分かった方ツイートしてください、あるいは私にメールにしてください。グレップ関数を使ってやることはできるらしいです。 LS の結果をグレップしてやるといいというまあ概念的な回答でした。他ありますか。よろしいですか。じゃあお昼にしましょうか。次は1時15分からにしましょう。お疲れ様です。午前中の最後の方はですね、自分の R の環境を把握しましょうと、でバージョンアップを定期的にやることが必要ですよということを言いました。で午後1はちょっと昔話をします。昔こんなことがあったんですよっていうあの親父の苦労話をちょっとやりますね。バイオストリングスパッケージ、皆さん今回ずっと使っているパッケージなんですけども、これの readDNA ストリングセットっていう関数、これはマルチファスタのファイルを読み込んで、ファスタというあの DNA ストリングセットっていう形式で、まあ、あの R 上でこう保持する、そういう関数なんですけども、これは昔関数名がこうじゃなかったんですよという話になります。まず今皆さんが見ている R 電気配列解析というウェブページ中のコードは、比較的新しい R 環境というものを想定しています。例えば R のバージョン
3以上とかですね、そういう状態のものを想定しています。でですね、ちょっと古いやつ、まあ、ちょっとどころか、まあ、多くの方にとっては相当古いやつなんでしょうか。2010年の10月、4年前ぐらいですね。その頃はまだバージョン 2.12.0 ってやつだったんですけども、この R をちょっと、まあ、仮想で皆さんの関係にも R という感じでですね、やってるつもりで聞いていただければいいんですが、この 2.12.0 で実行するとリード DNA ストリングセット関数のところでエラーが出るんです。エラーが出ます。で、理由は R のバージョン 2.12.0 の頃はリード DNA ストリングセットっていう関数名ではなくて、リードドット、間違えたみたいですけども、ここにこうドットが入ってるんですね。リードドット DNA ストリングセットっていう関数名だったんです。ですから、このイントロ一般翻訳配列を取得のこの一連のコードをコピペすると、このリード DNA ストリングセットを見つけることができませんでしたと。バイオストリングスのライブラリーを読み込んでいるにもかかわらず、こんな関数はないよと文句を言われるんですね。で、ちなみにこのトランスレートって関数は当時からあった。だけどここにもまたエラーが出てますよね。ライト X ストリングセットっていう関数はないよという感じで、こうエラーが出てるわけです。まあ、こういうことがですね、起こります。確かにこの search っていう関数を打ち込んで、バイオストリングスのライブラリーがそもそもあるのかどうか、利用可能なのかどうかっていうのを一応ここで確認しているだけなんです。うんうん、確かにバイオストリングスのパッケージはあるなということを確認した上で、じゃあこのハテナリード DNA ストリングセットっていうのやつをやってみるとどうか、マニュアルが開くかどうかっていうやつをやるとエラーが出るんですね。ノードキュメンテーションフォーリード DNA ストリングセットっていう感じで、そんなドキュメンテーションはない、ドキュメントはないよと言われるわけですね。で、じゃあということで、まあ、本当は答え分かってるからあれなんですけども、このリードドット DNA ストリングセットっていう感じでハテナで打っちゃうと、打つと確かにこのマニュアルがボーンと開くんです。で、下の方のユーセージの方を見るとリードドット DNA ストリングセット、確かにこの関数はあるねということが見えるんです。今言ってるのは昔話ですね。うん、で、ちなみに何かおかしいなっていうことで、まあ、セッションインフォで自分の R の環境をちょっと見てみたりとかして、バイオストリングスのバージョンを見てみましょうと、チェックしましょうということで見てみると、2010年10月リリースの R のバージョン 2.12.0 の頃はバイオストリングスのパッケージのバージョンは 2.18.4 ですよということが、まあ、分かるわけですよ。うん、で、ちなみに 2.15.0 という2年ちょっと前のやつですね、2年ちょっと前のバージョン R のバージョンでやるとどういうことが起こるかというと、まあエラーは出ない。普通にこうコピペすると何の問題もなくこう動いてくれるわけです。まあ、つまり2012年3月の頃の当時はリード DNA ストリングセットでもまあ良かったわけなんですね。で、そのため今この引き続いて 2.15.0 の状態で示してますけども、この入力ファイルの読み込みのところのこのリードドットに、まあ、自分で意図的に変えて読み込ませても、なんかこう警告メッセージは出るんだけども、まあ、普通にこう翻訳配列の取得までは普通にできるわけです。で、そのため、まあ、今はもう全ての全体像が分かってるから、あたかも知った上でこういうことを やらっているんですけども、当時の私はですね、こういう警告メッセージとか、まあ、見てなかったんですね。こんなことが、こういうなんかいろんな不具合があるっていうことを知らなかったんで、当時は。こういうの見ないし、当然こう本番で出力ファイルとか見て、うん、確かに塩基配列を入力として、アミノ酸配列が出力できてるし、もうちゃんと答え合わせ的にも間違ってないし、OK、OK って思って警告メッセージなんて、まるで見てなかった。なかったです。しかしですね、そうか、ちなみに、この頃は、移行期なんで、2.15.0 の頃は移行期なんです。
ハテナのリード DNA ストリングセットとリードドット DNA ストリングセットのハテナ、どちらでも普通にマニュアルが開くんですよ。でちなみにそれのセッションインフは R のバージョン 2.15.0 で、バイオストリングスのバージョンは 2.26.3 だということがまあ分かるわけなんです。結構こういうあのことはこれからもまあ起こりうるということなんですけども、うん、でちなみにこういったあのいろいろこうザバザバ示してるんですけども、このファイル名の今日の R コード2014-0909.txt の中に、まあ、こういうなんかテンプレートをいろいろ用意しておいて、ここら辺をなんか適当にコピペコピペみたいな感じでスライドを作っています。で例えばこの入力ファイルのところとかもここにちょっと自分でドット打ち込んでみて動くか動かないかみたいなのをあの動作確認をしているわけですね。スライド59になります。で皆さんもずっと今日や昨日今日とやっているバージョン 3.1.0 以降ですと、完全にリード DNA ストリングセットという関数しか受け入れなくなっているんです。なっています。例えばこれ皆さんちょっとやってみてもいいかもしれませんが、ここにこう自分でこうドット入れてやってみると、まあ、そんな関数ないですよって文句言われます。やってみてもいいですし、まあ、あそうかそうかと思ってこうそのまま受け入れてもいいです。はい、ちょっと落ち着いた頃だと思うんでスライド61を示します。これもまだ皆さんついてこれる方はやっていただいてもいいんですけども、あのハテナリード DNA ストリングセットですね、一番上のコマンド自体は皆さん普通に動いてマニュアルが表示されると。しかしR3.1.0 以降ですと、リードドット DNA ストリングセットっていう関数をのマニュアルを見ようとしても、そんな、ま、あのドキュメントはないと、そんな関数のドキュメントはないということを言われるわけですね。ですからこの2014年4月リリースの R バージョン 3.1.0 では完全にドットがないリード DNA ストリングセットっていう関数名のものしか受け入れなくなっているという状態になっているわけです。次いきます。スライド62いきます。でこれはですね、あの先ほどこうパーッとこう実例を示していたもののちょっとまとめ的なものなんですけども、 2.12.0 の時はリードドット DNA ストリングセットって関数のみが利用できていて、 2.15.0 の頃は移行期でどちらの関数名でもよかったと。で今ですね、2014年4月リリースの 3.1.0 以降ですと、もうドットがないものしか受け入れないという状態になっています。で、まあ、こういったことがあって、まあ、昔はそういうことがあっただろうけど今はそういうことは一切ないだろうとかちょっと思ってた時期もあったんですね。もうだいぶ成熟してきてるしとか思ってたんですけども、現在進行形の事例もあるということで、スライド63のこの BS ゲノム H サピエンス UCS3HG19 パッケージって、もう本当になんかなんじゃこりゃっていうパッケージ名なんですけども、これヒトゲノムの R パッケージです。もう最もよく使われている人のゲノムのバージョンのやつですね。でここで言いたいことは、さまざまな生物種ごとのそれぞれいろんなバージョンがあるんですけども、いろんなバージョンの、まあ、R のパッケージ、ゲノム配列情報を含む R のパッケージがあるんですよっていう、まずこれお知らせと、お知らせと、それから昔は使えてて今移行期になってておそらく将来使えなくなるという、そういう事例を紹介します。でスライド64の、まあ、現在から未来というところですね。このパッケージでプロモーター配列取得、私いまだにこうプロモーター配列と上流配列の区別がついてないんですけどもなんかわからない人は上流配列、上流配列って何かっていう方に用なんですけども、ゲノム中にこうなんかエクソンとかありますよね、ゲノムの
領域が、あ、遺伝子が載ってる領域があって、遺伝子領域の上流側です。上流側のなんか一定の領域をなんかプロモーター領域とか上流領域とか、なんかそういう言い方をするらしいです。で、あのよく上流の繊維塩基分とかを取って、まあ、その中になんかターターボックスがあるとか、キーワードぐらい聞いたことあるかもしれませんけども、そういったものがあるとかですね、いろんなモチーフを探したりとかするときに上流配列を切り出して何か解析をやるというのが、まあ、一般的によくやられているようです。で、そういうそのプロモーター配列を一気に取ってくるっていうことも実はできるんですね。 R の中でできるんだけども、今はできるが、やり方がちょっと、このやり方はもう推奨ではないから別のやり方でやってくださいとかって、そういうエラーメッセージが出るというところの話になります、うん、で、これ皆さんちょっとついてきてもらいたいんですけども、 R 電気配列解析のイントロ一般配列取得プロモーター配列の BS ゲノムっていうところをクリックして、こういう画面を出しておきましょうと。人やマウスなんかの代表的な生物種についてはゲノム配列情報を含む生物種ごとの R パッケージが存在すると。で、もちろんゲノム配列もそのままマルチファーストファイルでゲットすることもできるし、上流配列を普通のマルチファースタ形式のファイルとして保存することができるということになります。ですから、例えばヒトゲノムのパッケージですかを今取り扱うわけなんで、そのまま3ギガの染色体1番染色体2番とかっていうマルチファースタの3ギガぐらいのファイルをそのまま普通にファイルにダウンロードすることができると、そういうことです。ですから、まあ、もうちょっと分かっている人は、ゲノム配列で GC 含量が非常に低いというふうなことも知ってる方が多いと思うんですけども、そういう解析もあれで簡単にできるわけです。で、まあそれはいいとして、ここで言おうとしていることは、将来使えなくなるぞっていう、まあ、ある警告がですね、 R のバージョン 3.1.0 で出ている例を紹介しますということになります。で、この 3.1.0 っていうのは今年の4月なんですけども、私毎年この大学院で講義をや、まあ、この場所でやってるんですが、エラーメッセージとかがこうやっぱり結構頻繁に出るんですね。そうするとこう、うわーしまったとか、これどうしよう、講義に使おうかなとかってこう苦悩しながら毎年やってるんですけども、これのスライド66、ちょっとゆとりがある方はやっといてくださいっていうこれなんですけども、まだやられてない方は黒枠部分をコピペ、 R コンソール画面上でコピペしておいてください。多分70ってところでこう終わってると思います。どうでしょう、これがまだ表示されていない方、みんな表示されているんですね。大丈夫ですね。早いな、はい。で、これはこの R のバージョン 3.1.0、まあ、正確に言うとバイオコンダクターのバージョン 2.14 っていう現在のリリースなんですけども、そのリリースで利用可能な生物種のパッケージ名をダダダダダーっとリストアップしてるんです。で、70個あることが分かるんです。ここの70っていう数字は70個に相当するんですね。で、R のバージョンが古いと、例えばバイオコンダクターのバージョン 2.13 とか 2.22 とかだとパッケージの数は多分少なくなると思います。で、こちらはちょっと上の方に戻ったりとかして1番から順番にこうダバーって示しているものなんですけども、例えばヒトゲノムってホモサピエンスなんですよ。ですから、この BS ゲノムのドットの後の部分で大体生物種名の略称が書かれてあるから分かるんですね。で、その後の数字ものっていうのは、これ UCSC っていうアメリカのなんか大学の名前、ヒトゲノムの情報を提供しているところっていうんですかね、どこ由来、どこから提供されているデータかっていうのが分かっていて、で、ヒトゲノムの HG19、HG18、HG17 っていうちょっと古くなっていて、で、今最新のやつは GRCH38 っていう NCBI が提供しているっていうふうなものとかも実は見えるようになっていると。で、これは2013年12月にリリースされたヒトゲノム最新版のやつがこれなんです。こういったものも一応利用しようと思ったら利用できる状況にあるということです。では、このインストールドゲノムズっていう、これもやってもうやられてる方も多いと思いますが、スライド68をやってください。ここで時間がかかったのかな、ちょっとあんまり記憶が定かではありませんが、どうでしょう、これが表示されている方、あ、
意外に少ないですね。もうちょっと待ちましょうか。ちょっと時間かかりましたよね。ですよね。7が出なかった。あはははは。あのこれ6個だったりとか多分いろいろ6個だった人、6個以外だった人何個でした？はい、5個。6個と5個以外だった人何個でした？3個結構いろいろあるんですね。まあそんなもんですよ。そんなもん。そんなことしか言ってないですけど。まあ環境ね、若干こう違うんだろうと思うんですけども、最初に今回のこの実習に受ける前に、あの全パッケージのインストールとかちょっと書いてあったじゃないですか。全パッケージをインストールします、それぐらいで 10ギガぐらいになりますけど、まあそれやっとけばあと簡単ですぜとか言ってたんですけども、実際はそうではない。実は私嘘ついてるんですね。で、あのそれはまあ分かってるんですが、これホモサピエンス、例えばね、ホモサピエンスの HG の19ってやつ、これ3ギガありますよね。で、一つ前のバージョン HG18 3ギガあるでしょ、17 3ギガで、最新版3ギガとかってなると、いくらあっても足りないじゃないですか。だから全パッケージと言っておきながら、実はこういうなんかゲノム情報みたいなすんごいでっかいやつは入らないようになってるです。で、だけどじゃあなんでこれぐらいなんか数が違ってていくつか入ってるんだって思うでしょ。それは何か別のソフトウェアのパッケージ R のパッケージがあって、その中で例題としてこの中の、例えばこのパッケージはホモサピエンスの HG19 ってやつを例題として使うよとかっていう風な場合には、そのパッケージもデフォルトで、なんていうかな、何も考えず、そういうのを意識せずに、インストールしてくれてたりするんです。でじゃあなんでこの数が違うんだっていうことについて明快な回答はあんまり言えないんですけども、まあそんなもんですということですね。で、おそらくこの一回なんかちょっと議論になったと思うんですけども、 A サリアナっていうこのティア9とかってやつがインストールできなかったんですけどっていう人何人かいましたよね、昨日。で、おそらくほとんどの人はこれが入ってるんです、こけてない人は。で、理由はインストールをしてくださいっていうところのコピペする一番最後にこれ実はキーワードとして入っていて、こいつは明示的にインストールしてくださいということをやったからなんですね。だからここでこけてない人はちゃんとこれが見えてるはずなんです。で、ちなみにこの H サピエンスの最新版のヒトゲノムの GRCH38 が入っている人っていますか？入っている人いない、いない、わかりました。 HG19 が入っていない人、入っていない、一人だけ。じゃあ残念ですけど、まあだけど今からやっても多分3ギガなんで、今日中には多分無線なんだと終わらないんで、諦めていただくしかないんです。ないです。スライド71のこの5番のやつをやってみましょう。これコピペしてみましょう。と言って、そのままコピペでやっておいても構いませんけども、ちょっとこのまま先進めますね。スライド72で、まず皆さんのところにおそらく入ってないんですけども、私の環境 R バージョン 3.0.3 での実行例をお示しします。 R3.0.3 を立ち上げて、別にこのここは作業ディレクトリどこでもいいんですけども、一応ここの当時やった時の環境はデスクトップでやっています。ですからここでの目的はプロモーター配列を取得してマルチファスタファイルで保存するっていうことだけなんで、作業ディレクトリがどこかっていうことさえ分かっているのが分かっていれば十分なわけです。で、ここでまあコピペをするとダカ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 って出て、なんかファイルの保存まで無事いくわけなんですけども、うん、で、そうしてですね、例えばファスタって打つと、DNA ストリングセットインスタンスオブレングス28020ということで、1から28020分のなんかプロモーター配列をダバッと取ってきてる、来れてることがなんとなくわかると思います。で、ちなみにその遺伝子の定義はこの場合ですと NM なんとかだから、レフセックの遺伝子で多分取ってるんだろうと思います。
で、この with スレッズってやつが配列の長さに相当する情報なんですね。で、今我々がやろうとしていることっていうのはアップストリームの線なんですよ。上流1000円規分なんで、この with スレッズが全部線でなってるのは当たり前なんです。そういうのを取ろうとしてるから、そうなってなければおかしいということになります。で、出来上がったものを、まあ、皆さん今手元にはないはずなんですけども、まあ、出来上がったと仮定して、出来上がったものを、まあ、あるつもりで見るとこんな感じになっていて、確かにマルチファスタファイルをこうテキストエディターでこう開くとこんな感じに見えるわけですよ。ほんほん、おなんか1000円気分取れてそうだっていうふうな感じのことが分かるわけなんですね。例えばこの時に私はいつもこの withs っていうところを50にしてるんですよ。で、こうすると例えば1000円期とかだと最後がここら辺がきっちりと終わってるはずでしょ、50で割り切れるからっていうふうな感じで確認をしたいとかしたいんで、まあ、50とかこう割と分かりやすいところで区切っています。で、どうしても70がいい人はここを70とかにすればちょっとな横に伸びてるような感じになります。で、慣れてくるとですね、こういうマルチファスタをテキストエディターでいちいち開くのもものすごく結構大変なことになってくるんで、1個前のこれで見た方がまあ分かりやすいかなって、私はこちらの方が分かりやすいですよ。全体像がダバって見えるんで。例えばヒトゲノムのマルチファスタを見て、染色体1番で最初 N がダーって出て、ね、しかも開くのにものすごく時間かかってとかっていう状況って鬱陶しいじゃないですか。だけどこういうこの DNA ストリングセットっていう形式で見ると、例えば1番目が染色体1番、染色体2番で、長さも染色体1番がちょっと長くて染色体2番になるとちょっと短くてとかっていうのは一目瞭然なんですよ。だからまあ慣れるとこういうこちらだけで見る方がまあいいんじゃないかなと思います。で、言いたいことはですね、今ずっとここでお示ししているのは R のバージョン 3.0.3 です、このバージョンでは特に何の問題もなく上流配列を、なんか警告メッセージが出ることもなく取得することができます。この理由はパラム2っていうところで指定したアップストリーム1000っていう情報がこの BS ゲノム H サピエンス UCSC HG19 っていうR のパッケージの中に含まれているからなんです。含まれているかどうかをどうやって見るかっていうのはここら辺にこうなんか情報として入っているなっていうことがなんとなくわかると思います。じゃあこれを見てアップストリーム5000っていう上流5000塩基っていう情報も取得できるんだなっていうことはまあわかると思います。上流5000塩基にしたい場合はそこをアップストリーム5000っていうふうに書き換えれば、少なくとも R3.0.3 の環境ではうまく動くんですということになります。一応セッションインフォを示しておきます。確かにあるバージョン 3.0.3 で、この BS ゲノム H サピエンス UCSC HG19 パッケージのバージョンもあって、それは 1.3.19 だという情報がわかります。A とかをやっていただくと、これを表示させると多分 AB ってやつが表示されると思います。つまり文字列の連結をやるというものですね。ですから例えばこれで言うとパッケージっていう文字の後にセプっていうものがあるから、こう自動的にこれの評価の結果というのは、そうか、パッケージで文字列を連結する際に何で連結するかと、このコロンでしたっけ、それを書きなさいと。で、連結対象はパラム1で指定したものですよという評価をしているわけです。で、パラム1は何だったかというと、パラム1は BS ゲノム H サピエンス UCSC HG19 ですから、おそらく、このテンプまでですね、ここの部分までをコピペした後にテンプの中身を見ると、テンプの中身を見るとこのパラム1に相当する部分として
BS ゲノム H サピエンスなんとかかんとかっていうものが表示されるされているんじゃないかと思います。こういう感じになります。それってどうやって DX トランスクリプト DB がどうやって作れるのか、あはは、はい、まずですね、例えばこういったトランスクリプト DB だから下の方でいきますけども、なぜ下の方かというとパラム2っていうものはトランスクリプト DB に相当するからなんですが、このパラム2っていうものはこれパッケージ名に相当しますよね。でキャラクターオンリー T っていうのはこれおまじないみたいなもんなんで、これライブラリー関数だから少なく、まずこの TXDB なんとかかんとかっていうパッケージを読み込んでるんです。ロードして読み込んでるわけです。でその後に、パッケージパラム2だから TXDB っていうものの、実際に1個前のやつで見ると、まあ、これでいいか、こちらで見るとライブラリで読み込んだ後に実際にライブラリ名とパッケージ名と同じものがまあオブジェクト名になってるわけですよ、ね、オブジェクト名になっているんだけども、そのままで評価しちゃうとただの文字列だからオブジェクト名だというふうに認識されないんです。だからこういう書き方をする、あこちらか、こういう書き方をするもんなのかな、ここはそういうやり方でいいのかな、うん、そういうもんなんですけど、でその時にじゃあなんでこういうものがあるのかとかっていうことなんですけども、それはパッケ、もともとはこれパッケージ名ですから、今ここの場合 TXDB なんとかになるんですけども、パッケージ名だっていうことが分かっていて、でそれがオブジェクト名と同義なものだから、なんかこういう書き方をしないとうまくいかないと説明になってるようになってないですけども、逆に、まあ、別にいろんなこと他のことをやり方でやっていただいてもいいし、この左上に書いてあるようなやり方で別にいいんです、いいんです。ただ重要なことは同じことを何度も書かなくていい、よくて1回でいいようにするためにこういう1回ややこしいことをしていると、それが嫌ならこちらをやればいいと、そういうことになります。はい、じゃあ後半始めますけども、先ほど何人か前の質問の方で、自分でプログラムを組んでサクサクやるか、既存 の, プログラ関数を探すかっていうの で私は後者だという言い方をしました。でもちろん自分でサクサクプログラムを書けるっていう方もいらっしゃるんで、そういう方はですね、もう自分でこう探すよりも作った方が早いって、私は昔はそういう派だったんですけども、やめた理由の一つは、自分でプログラムを書くとこう何でもこう自在にカスタマイズできるっていう大きな利点はあるんですけども、その結局自分でやると、ある特定のフォーマットをざっと眺めてこれでうまく動くようなプログラムを作ろうって作るわけですよね。でそうするとなんかちょっとフォーマットが変わってたら自分の想定外のものっていうのが割とあったりとかして、ああしまった、これだと動かないとかっていうふうなこうものが結構あったりとかするんです、つまり自作をすると割とバグを含む要素がたくさんあるというのが現実問題としてあると思います。でそれでじゃあ R がいいかというと R もフリーで別にこれ でなんかエラーが出たりとかして不具合が生じてもそれは一切責任取りませんよっていうことではあるんですが、みんなが使ってるとバグフィックスとかもガーってなされていくんで、割と安定して使えるというそういうメリットがあります。でそれから先ほどこちらで小杉さんと話してたんですけども、例えばこれなんかも少なくともこの例題ではうまく動くというぐらいの確認しかしていません、現実問題としては。でよくありがちなパターンとしては人ゲノムの解析だとうまくいくんだけども、それはなんか例えば小10倍の解析になるとなんか全然うまくいかないんですよとかっていうのが、ありがちなパターンなんですけども、それもそんなもんなんですね。で例えばこれなんかはパッケージ名とオブジェクト名が全く同じなんですね。だからこういくつかこう例題を私は眺めて、パッケージ名とオブジェクト名が同じだからもう1回で書いていいようにしてとかっていうので、後ろにいる孫君とかに1回で書く美しいのを作ってくださいって言ってこう作って持ってきてくれるんですね。そういう感じのやり方をしてるんですけども、だけど、これがうまくいかない多分例もあって、ライブラリーでパッケージの名前とパッケージを読み込んだ時にオブジェクトが2つ以上あったりとかすると1個しかこれ想定していないわけなんで、なのでそういう場合がもしそういうことが今後パッケージとして出てきた場合にうまくいかない可能性があるということに
なるわけです。で、対処法としては自分でまあ、なんか2つオブジェクトがあるからなんかこちらの方を優先的に使うようにしようとかっていうような対策の仕方もあるし、あるいは私とか孫君とかに、あ、なんかこれエラーが出ちゃったんですけどどうにかしてくれませんかねっていう感じでメールを打つんですね。でその時に重要なのはセッションインフォとかの情報で、あ、こんな環境が違うからっていうのもあるだろうけど、なんかユニバーサルになんかこれはうまくいかないような傾向にあるなっていうことが分かればそれに対して対応するという感じのことになります。で3-5なんですが、バイオコンダクター2でいよいよあの最後のサブセクションっていうかところになります。最後はですね、マルチファストファイルを読み込んで、まあ、コンティグ数とか N50 とか GC 顔料っていうのをまあ簡単に計算することができますよというところになります。このあたりも基本はコピペでいいわけなんです、はい。それと、まあ、NGS 解析なんで FASTQ っていう形式のファイルがまあデファクトスタンダードなんですけども、そいつを読み込んだりとかファイル形式の変換やったりクオリティチェックやったり、まあ、あとはフィルタリングとかですねっていうあたりの話を最後にやりたいと思います。ザバーッと見るだけでもなんていうのかな、あれでできることってこうこの2日間の間でこう相当いろんなことが多分できるようになってるんじゃないかなと思うんですけども、例えばパールとかですと、改行なんか取ってとかって別々の行に分かれている塩基配列をくっつけてとかっていうことをなんかやりましたよね、服部先生のところで、まあ、そういう感じのやり方もあってそれも非常にベーシックなやり方なんですけども、 R とかだとそういうことは特に意識する必要がないとかっていうメリットがあったりすると思います。はい、まずスライド3なんですけども、イントロ NGS 読み込みファスタ形式基本情報を取得というところをやるのかな、やらないのかな、ちょっと分かんないですけども、まあ要はですね、翻訳配列の取得以外にもさまざまな解析が可能であるということをまずお知らせしたいわけですね。そしてこの1番のやつで説明していくんですけども、入力ファイルの説明をします。ここの入力で取り扱うのはホゲ 4.fa という形式のファイル名のものになります。中身はテキストエディターで見ていただくと、遺伝子が4つというふうに解釈していただければいいです。コンティグは4つで、50塩基でこう対応を入れていて、10塩基ごとにこのなんか縦の点線をうっすらと入れてあります。ですから例えばコンティグ1っていうのは24塩基の長さだっていうことがこう見りゃ分かるんですね、ここが4つしかないからっていう感じになります。でこれぐらいのものであれば GC 顔料だとか A がいくつで G がいくつでとかっていう、まあ、手計算でこれできるじゃないですか、検証できるじゃないですかっていうレベルのもので、実際の挙動を見てみましょうということになります。でこちらがまあ答えというか、例えばコンティグ1なんかはそうですね、コンティグ1の配列表は24塩基だと、でその中には A が4つあるっていうことを言ってるんですけども、ここが A が4つですよね、 A が4つ、 A が4つの意味がわからない方っていますか。コンティグ4、コンティグ1の中には A が4つあるっていうことの意味がわからない方って、まず4番目に A が1個ありますね、で6番目に2個目がある、で16番目にまた A が1個あって3つ目があって、で23番目にまた A があるということで、この中には A が4つ含まれているっていうのをここでこうカウントしているだけなんです。こういう評価をすればいいわけですね。でこの入力ファイルの中にはバーッと見ていただくと N が1個もないっていうことが分かると思います。で ACGT 以外の文字が1つもないので、この中の配列帳っていう列の数と ACGT のみのカウント数っていうものが全く同じであるということが分かると思います。これがまず答えですね。で答えが分かった状態で、コピペを行いましょう。
どうでしょう、スライド7の方では Excel で出力のホゲ h.txt を示してありますけど、別にこうこれぐらいであればテキストエディターで確認しても何の問題もないと思いますけども、こういう結果でない結果が得られた方いらっしゃいますでしょうか。ホゲ h.txt がまだできていない方はいますか。いない。皆さんこういう結果になってますよね。うん。で、例えばこのトータルレングスって書いてあるのは、これは全塩基の長さを足し込んでいったものなわけですよ。配列上で足し込んでいったもので、この241っていうのはここに相当するわけですね。でコンティグ1は24塩基の長さで、コンティグ2は103足す65足す49は241ですよっていう、そういうことを書いてるわけです。でナンバーオブコンティグスって書いてあるのは、これは遺伝子数に相当するものと同じで、ここですね、全部で4つのコンティグがこの場合はあるんで4つですよとか、でアベレージレングスって書いてるのは配列上の24足す103足す65足す49割る4が 60.25 ですよっていう計算をしているだけです、まあ、こんな感じの計算です。でこの中でこう多分おそらく聞き覚えがないキーワードっていうのは N50 ってやつだと思います。この N50 ってやつが65っていう結果が返されていますけど、これ何かっていうと、まあ、いきなりこう突拍子もなく出てくるんですけども、ゲノム配列のアセンブルとかをこうやったりしますよね、非モデル生物とかだと今だと。でまあ、どれだけうまくこうつなげられているかっていうふうなことの評価基準の一つなんですけども、これはですね、コンティグをコンティグっていうか配列帳が長い文状にこう並べていくんですよ。並べていって、で全部で241塩基の長さってことは分かってるわけなんですね。で N50 って 50% の50に相当するところなんで、トータルレングス割る2っていうか、まあ、0×0.5 でも何でもいいんですけど、まあ、120.5 塩基になるところはどこですか、そこに相当するコンティグは何ですか、その長さは何ですか、65塩基ですね、だから N50 は65ですねっていう、そういう結果を返すというものになります。なんか別にメディアンの長さであろうがアベレージの長さっていうものと、まあ、コンパラな評価基準ではあるんですけども、アベレージだと外れ値の影響、アウトライヤーですね、その影響を受けやすいし、メディアンだと短いコンティグがガーってあった場合に真ん中のコンティグの長さっていうことになっちゃうんで、非常にこうなんていうかアンダーエスティメイトされちゃうっていうふうなことになっちゃうんで、まあ、そういったことを避けるためになんか、うん、これこういうのがいいねっていうことで、割とこのゲノムナとかのアセンブル系の人は使っている評価機種っていうことになります。というところで、スライド9なんですけども、 GC 顔料計算の詳細説明をちょっとやっていきたいと思います。でこのあたりは、まあ、R といえばやっぱりこう数値行列解析だよねっていうような考え方の人も結構いるんで、まあ、この GC、まあ、せっかくだからこの NGS 解析系にこう応用可能な GC 顔料計算っていうところの、まあ、数値解析っていうところで中央的なところで、まあ、いろんなその中で使われているテクニックとか関数っていうものをちょっと教えていきたいなと思います、うん、そうですね。まずこの本番のところで何をこれは当時の私はやろうとしてたかっていうと、GC 顔料がわからない方っていらっしゃいますか。GC 顔料知らんっていう方いないんですね。いない。じゃあまあいいや。これ GC 顔料っていうのは、これはまあ C と G が含まれる割合なんですけども、結局A の数とか C の数、G の数、T の数が分かれば、CG の数っていうのはおのずと決まるし、ACGT の数も分かるから、まあ、例えば16÷24で 66% とか。あるいはその全コンティグを足し込んで 139÷241 で 57.67 っていう GC 顔料っていうふうな計算をするんですけども、ここに書いてあるようにですね、塩基の種類ごとのカウント数が分かれば、もうあとは足し算引き算みたいな、そういう四則演算で GC 顔料を計算できますよねっていうことなんです。それで
まあ、もう一回このあたりこの黒枠の部分をコピペしていただければまあいいんですけども、コピペした後にこのファスタと打ったりアルファベットフリークエンシーカッコはファスタカッコ閉じるとかっていうのをやってみると、まあ中でどういうことが行われているのかが分かるんですけども、このあたりちょっとやってください。説明していきましょう。このファスタっていうものは何だったかというと、入力ファイルを読み込んだ後の DNS ストリングセットっていう形式のものですね。でこのウィズスレッズを眺めるだけでもこの配列の長さっていうことは分かる、延期配列の長は分かるわけですよ。24、103、65、49って分かりますよね。でこのネームズ列っていうのがデスクリプション行に相当するものだっていうことが分かるということになります。でこいつを入力として与えてアルファベットフリークエンシーっていう関数を実行するんですけども、こいつが何をやるかというと A の数、C の数、G の数、T の数っていう感じで延期ごとの出現回数をカウントしてくれるものなんです。なんでこれ4行分あるかっていうと、それはコンティグの数が4つだからです。でコンティグごとに A の数、 C の数、 G の数、 T の数みたいなものを計算してくれるわけです。非常に便利な、まだなんかちょっとあれなんでしたか、マンツーでついといた方がいいですよまあ、要はこのアルファベットフリークエンシー関数を実行すると出現数を得ることができると。で出力結果は数値行列っぽくなっているというところが重要なところになります。うん、でこの本番の GC 顔料取得の今この黒枠の部分の説明をしようとしてるんですけども、これはこのアルファベットフリークエンシーって関数を実行した結果をホゲっていうものに格納しているわけですね。ですから同じようなことをもう一回ここでやってるだけなんですけども、ホゲの中身を表示させると、やっぱりこのアルファベットフリークエンシーファスタを実行した結果のものと当然同じ結果が得られるわけです。でこれもう見た感じで大体わかるんですけども、だんだん慣れてくると見ると、あこれ数値行列なんだなっていうことがわかるんですが、これ DIM っていう関数を実行します。でそうすると DIM っていう関数は入力として与える行列の行数と列数を表示するものです。ですから4行18列のデータなんだっていうことがわかるわけですね。ちなみに Mac の人でこう4行18じゃなくて17列になったっていう方がいました。とある講習会でこうなった人いますか？4行17列だったんですけどって人いますか？4行18列にもなってなかった方っていますか？いない。うん、 OK です。まあそういうこともあるということです。ちなみに昨日もちらっとやったんですけども、行列演算の基本形ですよね。この一番下のホゲ3コンマの後に3があるっていうのは3行目の情報のみ取得するということをこれはやってるわけです。3行目のってどこですか？ここですね。16132016000ってやつをと同じものをこう出力させてるわけです。このテクニックは例えば元のやつでいくと、任意のコンティグのみの情報を取得したいという場合にこうサブセッティングとして使うテクニックということになります。例えばこれは入力ファイルが今の場合ホゲ4ファっていうすごくシンプルなものなんですけども、別にヒトゲノムを読み込んだっていいわけですよ。ヒトゲノムを読み込んで染色体、X 染色体と Y 染色体のみの情報を ACG っていうのを数をカウントした結果を抽出したいというような場合にもこれはそのまま使えるわけです。ああもうこれ書いてますね。はい、それで、今スライド14に一気にいっちゃってますけども、行列ホゲを眺めることで重要なことはホゲの出力結果の形式をちゃんと知るということなんです。なんかよく読み方として ATGC とか、いろんな言い方をする人いますよね。
で私はもうそのままアルファベット順に何のこのなんか ATGC とかっていう昔の呼び方になんか愛着とかも何にもないんでアルファベット順に ACGG って読むんですけども、これもこのアルファベット順にそのまま出力されるわけです、まあ、つまり1番目の列が A の数で2番目は絶対 C の列カウント数なんですということです。 T ではないということをこれを眺めて知ることがまず重要ですよ。で、ここら辺を全体像をババッと眺めておくと、例えば、ホゲのコンマ1から3ってやつだと、昨日の孫先生の説明だと1点点3の書き方はダメで多分 C の1点点3に、まあ、すべきであるということなんですね。はい、まあこういうふうに書いても別にいいということになります。はい、もしそれ AT にしたかったらどうすればいいですか？ AT にしたい、はい、そういう場合には、C の1コンマ4です、うん、だって1列目と4列目だからね。で行列からの、まあ、任意の情報抽出というところの最後なんですけども、例えば2行を1から3列という情報を取りたい場合にはこの、なんだ水色の枠で囲ってあるような感じの取り方を書き方をすれば良いということになります。スライド15いきます。例えばこの2列目と4列目の情報のみ抽出するということは C と T のみの出現数を得ることに相当するわけですね。こういう感じの書き方をします。でこの C の2コンマ4とかっていう書き方だと何だかよく分かんないかもしれませんが、わけ分からなくなってきたら部分に要素に分解して自分で確認するわけですね。中身だけをこう抽出、まあ、確かに2と4っていう情報の2つの要素からなる数値ベクトルというふうになっていることが分かると思います。これも昨日のおさらいですよ。このあたりは、はい、スライド16です。だんだん難しくなってきます。これも多分丸々打ち込む必要はなくて、今日 の R コード0909のやつの中に多分テンプレートのスクリプトは入っていると思うんでコピペでうまくいくんじゃないかなと思いますけども、まあ、ちょっとどうにかしてコードを同じ状態にしてみてください。スライド16です。じゃあ説明いきましょうか。スライド16の説明します。まずこの黒矢印の部分の説明でいきますと、ここで示しているのはローサムズとかコルサムズっていう関数の説明をしてあります。ローっていうのは行っていう意味ですね。ローごとの相和っていうのがローサムズで、コルサムズっていう関数は列ごとカラムごとの相和を計算するというそういうものになります。で入力として与えているのはホゲっていうオブジェクトですから、まずローサムズっていうのは行ごとの相和を計算するということをやるわけです。ですからこれの結果というのは24、103、65、49、つまり入力として与えているマルチファスタのファイルっていうのは ACGT からしかなっていませんから、実質的にこれ配列帳ですね、配列帳に相当するものをこのローサムズっていう関数一発で得ることができるということになります。でまたコルサムズっていう関数は列ごと縦ごとの相和を計算することに相当しますから、 A の数は54というのはどういう計算かというと、4たす20たす16たす14は54ですよねっていうそういう計算をしているだけです。次いきます。スライド17です。スライド17、もちろんですね、今のこのスライド16と17の違いはこのデータの例の場合では何ら結果には結論は影響ないということにはなるんですけど、
ヒトゲノムとか、まあ、いろんなあのものを取り扱うと N とかですね W とか、私今年の6月に初めてこのゲノム配列中で W とかっていう文字を初めて見たんですけども、確か白犬ナズナだったと思うんですが、まあ、そういうなんか ACGTN 以外のなんか文字とかも実は含まれてたりとかするんですよ。であの GC 含量の計算が実際にどういう感じで計算するのか私実は知らないんですが、あの、まあ、ここでは C と G の数と A と C と G と T の数を計算して CG÷ACGT っていう計算をまあ実はしちゃってるんですけども、まあ、その時に ACGT 以外の文字列の数は一切無視するということを、まあ、例えばやりたい場合にはあのサブセットですね、ホゲという行列の中の1列から4列目分のみの情報を抽出しなさいと。でその上で、行の総和を計算したり列の総和を計算したりしなさいということをやってるわけです。で今16と17の 間を遷移しますけども、行の総和はまあ変わらなくて列の総和の値変わってますよね。ここね変わってるでしょ。ちょっとなんかここに書いてたのが消えてたりするじゃないですか。これどういうことかというと、それはコルサムズっていう時ところで、これコルサムズっていうのは列の総和を計算しなさいということをやるわけなんですね。今スライド17で示してますけども、列の総和を計算するときに実は列だからここら辺の列も全部計算してくれるんですね。あの1個前のスライド16だと、だからここら辺にいろいろ0000で出るのはそういう理由があるわけなんです。でこういったものは、まあ、あの実際には取り扱いたくないから、元々のホゲの中で最初の4列分のみのデータで列の総和を計算しなさいってやってるのがこのスライド17の一番下のコマンドに相当するわけなんです。行列のサブセッティングのテクニックっていうのはこういう場所で使ったりします。で次にスライド18なんですけども、アプライっていう関数があります。でこいつは全くあの挙動としては同じようにしちゃってますけども、これはですねマージンオプションの数値、まあ、あの今まで全く説明してないことは承知の上なんですけども、マージンオプションの数値を変更することで行ごととか列ごとの総和を計算します。でオプション名は省略可能だからマージンオプションとかいろいろ言ってても何を言ってるのかわからないわけなんですけども、スライド19でオプション名を明示するとこんな感じなんです。マージンイコール1でサムとかですね。でまた関数名っていうものはオプション名はファンっていうファンクションのファンなんですけども、ファニーじゃないですよ、ファンクションのファンで、この関数名ファンはサム以外にも別にミーンとかメディアンとかでも何でもいいわけです。ですからここではサムっていうものをファンクションとして与えているんで、あのこの結果というものは総和を計算することに相当するんですけども、もし平均を計算したければここがミンだったりメディアに変えればいいということになります。まあ、大体ここら辺であのもう脳が疲れてきてきた方はですね、だんだんこう置いていかれる日になってくるんじゃないかということは、まあ、重々承知の上なんですけども、まあいきますよ。スライド20いきます。どんどんいきます。ここでの説明はあの C と G の数とかあの、水色の枠とか赤色の枠の部分の説明になっていくんですけども、例えばこの全コンティグを合わせた GC 含量っていうのはもうこちらね、この答えが分かっているように139÷241=0.5767 みたいな感じの計算をするんですけどもC と G の総数、これですね、ローサムズのホゲの 2コンマじゃなくて、なんだっけ、コロン3っていうのは、2コロン3っていうのは2列目と3列目の情報を取るということです。2列目と3列目って何かっていうと、これですね、C と G ですよね。C と G っていう部分を取るという感じになるわけですね。で、赤枠の部分については、サム関数をまあかましているわけなんですけども、C と G って何かっていうと、結局、この水色の枠の部分ですね、その結果が CG に入ってるだけなんで、この 16+65+33+25 がそうか、この139というものに相当するわけですよね。
パパーって説明しますけども、後で心落ち着けてみると、ああ確かにそうだそうだっていうことが分かると思います。このサム関数かまして、コンティグを全部一気にこう足し込んだ上で実心外理を計算することも実はできるし、サム関数をかまさなければ要素ごとに CG÷ACGT の数をカウントすることもできるわけです。でこれはつまりコンティグごと、ジーンごととかの GC 元理を計算しているということと同義です。ですから例えばこのような書き方は、ヒトゲノムとかでやると染色体ごとの GC 元理を計算するようなことと同義ということになるわけです。先ほどまでの結果は全コンティグを足し合わせた GC 元理を返すやり方でした。でその枠組みの中で、染色体ごととか遺伝子ごとの GC 元理を計算するやり方というので、1個前のスライド20のやり方、こんな感じで計算すりゃいいですよっていうことを言いました。となると、染色体ごととかの GC 元理を計算する項目があるんですかということで、一応ありますということを書いているのがこのスライド21になります。それは解析一般 GC 元理っていうところになります。でよくよく見てみると、違いはほらここの部分にサム関数がついてないっていうだけなんです。若干こう出力の形式とかもちょこちょこいじってますけども、それはあまり本質的な部分ではない。このあたりがですね、GC 元理計算系のところを例題として使いましたけども、数値行列を取り扱う基本的なテクニックというところになります。例えば、RNA シーケンスの発現の行列のデータとかで、一定の発現量があるものだけをフィルタリングするとか、マイクロアレとかでも別にいいんですけども、そういった用途で使うことができます。あとはなんか GC 元量でちょっとあまりにも GC 元量が高いもの、 GC 元量でこうガーってこう染色体ごとなりこうコンティグごとなりで相当して、この配列が結構 GC 元量高いなとかですね、そういったランキング付けっていうふうなところにも使えるかもしれないですね。基本的には使えます。よろしいですか、このあたりは。アプライ関数って言われると、こっち系の人がよく使うんで、覚えておいた方がいいということになります。ちょっと関係ない質問がないかもしれないですけど、はい、今は G と C と一つ文字の数えて、はいはい、パーセンテージを計算してるんですけど、例えば CG とか CA とか、ある特定的なモチーフが何個ぐらい入ってるかっていうのを対策できますか。連続延期とかっていうような意味ですよね。はいはい、もちろんできます。それはですね、それがまさに CPG 解析とかそういったところと同義のところになるんですけども、いろいろと見ていただきたいというのはそのあたりも実はあってですね、ちょっともうちょっと大きくしましょうか。このあたりですね、2連続延期の出現頻度情報を取得とかっていうのが2連続延期の場合です。例えば ACGT ですと全部で4種類なわけですよね。ですから連続延期の可能性というのは4種類、 ACGT の4種類があって、2連続延期の場合はここにこう肩に2がかかるわけですよね。ですから16種類の意味合いというのは AA、AC、AG、AT、次は C、A、C、C、C、G、C、T みたいな感じで点々点で残り8個あって、全部で16種類あるわけなんですけども、ここでやることは何かっていうと、マルチファストファイルを読み込んで AA っていうものが何個ありましたか、
AC っていうものが何個ありましたかっていうのをダーってこう調べるんです。ガーってサーチしていって、例えば CG っていうものが何個ありましたかっていうふうなところも調べていくわけですね。ですから最終的に得られる情報というのは、この解析で得られる情報というのは16列分の数値の情報になるわけですね。で横軸 の 行の数っていうのはコンティグ数だったり染色体の数だったりするわけですよ。でヒトゲノム配列を読み込んで解析を行う場合には、例えば1番目の行っていうのが染色体1番、2番目の行が染色体2番っていうような感じになると。でどういう結果がヒトゲノムを入力として得られるかというと、 CG の部分がドーンと期待値よりも少ない結果になるというような、CPG 解析っぽいようなこともここのテンプレートのコードを使うことによってコピペで解析化することができるということになります。で、2連続塩基以外に3連続塩基とか、まあ多分この枠組みで、あ、ここに書いてますね、任意の長さの連続塩基の出現頻度情報を取得といったようなことももちろんできます。で、ちょっと発展的な内容としては、ケーマーっていうのがありますよね。アセンブルとかを行うときに。それも基本的にはこれと全く同じです。ケーマーがわけわかんない人は、これを K 連続塩基というふうに考えればいいです。よくアセンブルのときは25マーとか、K イコール25とか30とかそういったものでやると思うんですけども、そういったもので、特定の連続塩基の出現頻度をガーって計算しておいて、なんかこれヘテロザイゴシティあるねとかですね、そういったところを考えたりしてアセンブルのプログラムでうまくやったりとかしているのが東工大の伊藤先生とかだったりするわけですね。プラタナスとかなんか聞いたことあると思うんですけども、そういうことも一応 R でやろうと思ったらできます。で、まあ、ちょっとまた話を戻してですね、スライド22をいきます。でずっとこれまではファスタファイル、ファスタ形式というものだったんですけども、もちろんこのファスト Q という NGS のデファクトスタンダードのフォーマットのファイルを読み込んで、なんかいろいろ計算解析したりすることが当然できます。それの基本形を教えていきます。まあ、ここですね、イントロ NGS 読み込みファスト Q 形式というところをまあクリックしていただければまあいいんです。まあ、これコピペしてやっていただいてもまあ何でもいいんですが、もちろんですね、このファスト Q 形式ファイルも先ほどのファスマルチファスタ形式のやつと同じで、リード DNA ストリングセットっていう関数を用いて、このフォーマットっていう部分のオプションをファスト Q に変えるだけで読み込むことができます。読み込みでこけちゃった人っていうのはいらっしゃいますでしょうか。まあ、何がどうなっていると正しいかっていうのはよくわからないかもしれませんが、少なくともエラーメッセージは出てないとは思われます。でファスト Q って何だったかっていうところなんですが、こいつは何とかところどころで出てきてると思うんですけども、これはですね基本的には4行で1つのリードっていうのは大丈夫ですかね。まあ いや、はい、塩基配列を断片みたいなもんです。そういう情報を表すということになります。ですからこの場合ですと、この括弧で囲っている、この場合ですと、あ、そうか、この例だと3リード分の情報がこの中で見えているということになります。実際の塩基配列の情報っていうのは、例えば2行目ですね、 NNNNCCG なんとかかんとかっていう一つの塩基配列の情報と、 NN なんとかが GA なんとかかんとかってやつと、ここら辺ですかね、ここら辺の配列が実際の塩基配列のリードの塩基配列情報ということになります。でこいつをコピペ、おそらく皆さんしていると思うんですけども、まあ、コピペして最後に灰色のファスタっていうものがあって、多分皆さん何もしなくてもファスタっていう結果を表示させている状態になっていると思うんですけども、これにまだなってない方いらっしゃいますか。いないですね。よし。でこいつの中身をちゃんと説明はしてはいないんですけども、この入力ファイル SRR037439.fastq っていうものは、
全部で500リードで、長さ自体はこれ35塩基の長さなんですよ。超からなるファイルなんです。全部35で揃ってるから、ウィズスの列が全部35なんです。なんで35かっていうと、それはここの数をカウントすればですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だーってやっていくと、ここ35で終わるわけですよ。だから35塩基の長さです。で、このスライド25までのやり方っていうのは、この基本形はこのリード DNA ストリングセットっていう関数で読み込むんで、ファースト Q という形式を読み込むんだけど、実際に、読み込んだ後保持している情報っていうのはマルチファースタの情報と同じ情報しか読み込んでいないです。で、ファースト Q というのはクオリティ情報も実は含んでいるんです。クオリティ情報どこに書き込まれているかというと、1リードあたりの一番最後の部分に、例えばこのあたりにクオリティ情報が書き込まれています。2番目のリードの場合ですと、ここら辺に書き込まれています。何のこっちゃって思われるかもしれませんが、クオリティの1文字表記なんです。まあ、これをですね、うまくフレッドスコアいくつみたいな感じで、まあ、内部的にうまく変換してくれるんですね。で、そういった情報を言った上で、じゃあそのクオリティ情報まで読み込むにはどうすればいいんですかということに対する答えが、この2番のやつということになります。2番のやつをやってみましょう。で、 R の便利な点であり、なんか慣れないとすごく気持ち悪いなって思うのが、まさにこの結果とかだと思うんですけども、私最初嫌で嫌でしょうがなかったんですね。こういうの見せられた時に、なんでクオリティスコアすぐに見せないんだとかいうふうに思った記憶があります。で、これをどう読み解くかっていうことなんですが、まずもうすでに我々はですね、500リードの長さっていうことは、入力ファイル1個前の解析で分かってるわけなんですけど、500リードでウィズスが35サイクルっていうのは、これは35塩基の長さ、35塩基長だっていうことだというふうに解釈すればいいわけです。で、これでまあ全体像、大体どれくらいのリード数かっていうことが、分かるわけなんですね。で、このクラスっていうやつなんですけども、ショートリード Q っていう形式というクラスオブジェクトなんだろうっていうふうに解釈します。これはもう経験的にまあそういう感じなんだろうという程度でいいと思います。もちろん厳密に言うと、もうちょっと正式な説明の仕方あるかもしれませんけども、私個人がそれぐらいの理解でどうにか別になってるんで、まあそれ以上調べたこともないし、調べるつもりもないっていうのがあるからなんですね。もうちょっと奥が深いものだとは思いますけども。まあ、実用上はですね、例えばこの小クラスっていう関数とかが使えれば十分なんです。つまりこのクラスっていうキーワードとオブジェクト名が分かれば、小クラスっていう関数を実行することで情報の取り出し方なんですよのヒントをつかむことができるんです。今手元にあるのはファスト Q っていう、なんかよくわけのわからないオブジェクトなんです。で、目的はそいつからどうやって情報を取り出すかっていうこと。そのためのヒントをこの小クラスという関数を実行して得るということです。これも慣れないと何を言ってるのか書いてるのかよくわからないと思いますけども、もうちょっと待ちます。どうですか、この小クラスの関数の実行までがまだ終わっていない方いない？はい、説明します。で、この結果を眺めることによって、なんかこうネームのところがクオリティとか S リードとか ID とかっていうふうに書かれています。で、クラス、またこの下にクラスって書かれていて、クオリティスコア DNA ストリングセット、こいつはなんか見たことありますよね。もう DNA ストリングセットっていうオブジェクトは説明しました。で、この B ストリングセットっていうわけのわからないものもあります。で、このあたり その名前ネームっていうところがヒントなんですけども、スライド28です。28、例えば今我々が手元にあるのは入力ファイル読み込み後のオブジェクトはファスト Q っていうオブジェクト名で統一して取り扱います。ですから入力として与えるのはファスト Q です。で、この中から塩基配列の情報のみ取り出したいという場合には S リードという関数を頭につけます。で、そうするとこのファスト Q っていうものの中から塩基配列情報のみを抽出することができます。
わけわからなくなったら入力ファイルのファストキーファイルをテキストエディターで眺めて対応関係を調べるんです。皆さんこうなってますよね、こうなってますよね。でこの S リードをファストキューってやった結果はもうあの皆さんもう見慣れてきた DNA ストリングセットという形式型なわけです。でただし、ここら辺の右側にあるネームズっていうなんか列がありましたね、デスクリプション行の情報に相当する部分っていうものは、この S リードっていう関数実行結果だと得られていないということが分かると思います。まあ、そこで、ちょっと若干無理やり感があるんですけども、スライド29なんですが、ファイル形式の変換っていうのも実は簡単にできちゃうんですね。例えばファストQという形式を読み込んでファスタという形式で出力するというようなことが、まあ、簡単にできるわけです。そのための基本スクリプトがということなんですが、お昼一回休憩したのっていつでしたっけ、1時間ぐらい経ったんでしたっけ、まだ経ってない、どう立ってない、あ、じゃあまだ大丈夫ですね。はい、じゃあ行きましょう。スライド30です。このファストキューからファスタへのファイル形式の変換も途中までは実は全く同じなんですけども、こいつで行きましょう。イントロファイル形式の変換、ファストキューからファスタってやつです。でこいつの4番目のやつをやりましょう。やるんですが、このスライド31のと同じようにですね、この黒枠の部分までをコピーして R コンソール画面上でペーストしてみましょう。スライド31です。今やってるのはイントロファイル形式の変換のファストキューからファスタってやつです。じゃあ行きましょうか。コピペだけなんで特に問題ないと思います。できてない人いますか。いいですね。はい、この黒枠の部分っていうのは先ほど の, そのファスト Q 形式ファイルの読み込みっていうところと全く同じであることが分かると思います。つまり INF と OUTF っていうのが指定してあって、 INF の中身ですね、入力として与えるファイル名っていうのは全く同じですよね。 SRR037439 ファスト Q ってやつですね。で必要なパッケージをロードっていうところはショートリードっていうパッケージを読み込んでるわけです。そして入力ファイルの読み込みはリードファスト Q という関数を使ってファスト Q というオブジェクトに結果を入れてる。そしてこの R コンソール画面上で見せているのは sread という関数でリードの延期配列情報を表示させているだけなんです。でここまでちょっと前のまでのスライドと中身は全く同じですよね。同じなんです。で、この後この本番という部分の黒枠の部分になるんですけども、ここで何をやってるかというと、まあ、単純にですね、このウェブページは統一的にこのファスタ形式っぽい部分の情報っていうのはファスタというオブジェクト名で取り扱うという、まあ、決まり事を勝手に作ってやってるわけなんで、この S リードファスト Q の中身をそのままファスタというオブジェクト名に表示さ、あの格納していると。でファスタというものの中身を表示させると、まあ、当然同じ結果になると。ただそれを言ってるだけです。で、以前これまではなんかファスタっていうオブジェクトだとなんかデフォルトでここら辺にこうネームズっていう列があってデスクリプションの行の情報が入っていたりしたじゃないですか。だけど、まあ、このようにですね S リードファスト Q の結果をファスタっていうオブジェクトに入れるとデフォなんか何かよくわからないけど勝手にネームズっていう列ができて入るというわけではないということです。で、そうですね、目的はこのファスタというオブジェクトにデスクリプション行に相当する部分の情報を追加したいという目的があるわけですね。そうしないとなんかこう最終的にうまく出力ができないからなんです。それをやっているのがこのスライド33です。スライド33です。でここでまた改めてこのファスト Q ってやつを打ち込んでみて、もう一回小クラスなんかショートリード Q ってやつをやってみて同じような画面にしてみましょうか。よろしいですかね。説明しますよ。でここはあのファスト Q っていうやつを表示させて、うん、確かにクラスがショートリード Q だねっていう確認と、で小クラスっていうやつで、うん、この S リードっていうやつは延期配列をリードの延期配列部分のみをこう抽出するやつでしたよね。でこの ID っていう部分が実はデスクリプション行に相当する情報を取り出すときに使う関数名なんです。
でそれはこの B ストリングセットってやつだけからと 何のことかよくわからないんですけども、例えば私はですねこのファストQというものが手元にあって、こういうものをパパパッと見ると S リードって S リードファストQっていうので実行してみて中身を見るんです。でまたクオリティファストQって言って中身を見るし、 ID って言ってID ファスト Q って言って中身を見たりとかするんです。でそうすることによって、ああ中にこれは ID の中でやると ID 関数を使うとデスクリプション行が入ってるんだなっていうことが、まあ、だんだん分かっていくんですよ。こういうのを眺めてるとっていう感じで、まあ、経験的に知識を得ていくということになります。で実際にこの ID ファスト Q っていうのを打ってみると、この B ストリングセットってなんだよとかっていうのはあるかもしれませんが、まあ、そんなことは今関係なくて、まあ、確かに中身デスクリプション行の情報と同じものが入っていることが分かります。なんでこれがデスクリプション行なんだって思うかもしれませんが、それはファストQ形式の自分が入力として与えているファイルをもう一回テキストエディターで眺めてみると分かります。でこのデスクリプションの部分の説明なんですけども、まあ、こちらがですねこの右上の方にあるやつが実際のそのテキストエディターで眺めた時のデスクリプション行に相当する部分の記述なんですけども、例えば上から3つ目のリードのデスクリプション行というのはここの赤線部分に相当するわけなんですけども、まあ確かに同じであることは分かりますよね。こうやって確認するんです。でちなみにこの with スレッズっていうやつは何かっていうと、これはデスクリプション部分の文字数に相当します。文字数46とか47って書いてますけども、少なくともこの上2つが46で1個文字が多いから47だっていうことぐらいは分かりますよね。であとは全くの文字数が同じだから474747って、そんな感じで、まあ、判断するわけです。頭の整理ですね。そして、またちょっとスライド32で示してるんですけども、最終的に今ここでやろうとしていることはファイル形式の変換なんですね。ファストキーを読み込んでファスタにしたいと。で例えばこのファスタって今オブジェクトを、まあ、うまく使って出力させればそれでファスタ形式になるんですけども、ネームズ列がないからデスクリプション部分がないと。ですからこのままの状態でファイル出力したってデスクリプション行がないファスタ形式のものになってくれるからなってしまうから嬉しくないわけです。だから目的はこのファスタというオブジェクトにネームズ列にデスクリプション行を追加したいというところで、そのために必要な情報としてこの ID という関数を使わなければいけないということを学んだ上で実際にやっているのがこの黒枠の部分のネームズファスタという部分にID ファスト Q の結果を代入しなさいと、こういうなんかなんていうかおまじない的なこう書き方をするわけですよ。でこうするとファスタというオブジェクトのネームズ列にデスクリプション行の情報が入るということになります。はい。でこのスライド36が、まあ、実際にそれをやった結果になるわけなんです。どうですか、この ID ファスト Q の結果を代入する前後でこのネームズ列がついていなかったのがついていることが分かると思います。こうしたあとはこのスライド36の枠組みでいうと、このあとは最後ファイルで保存しているだけなんですね。 LightXStringSet っていう関数を使ってファスターオブジェクトの中身をアウト F で指定したファイル名で保存してくださいっていうことをやってるだけなんです。でそうするとめでたしめでたしスライド37で書いてあるように、入力はファスト Q 形式のファイルで、出力は間違ってますねこれね、これ別にアミノ酸じゃなくて塩基配列ファイルで、ファスタ形式のファイルと、ファストQからファスタになるということですね。で行数でこれやった後に調べてもいいと思うんですけども、1リードを4行で表示
表現していたものが1リードを2行で表現することになるわけですから、当然行数は半分になるわけです。どういう局面でこういうのを使うかというと、まあファスト Q は使わなくてもいいよと、ファスト Q っていうかそのクオリティ情報ならまあいいよっていうふうな場合に、NGS のデータもすんごいでっかいわけですから、この情報が半分になるとファイルサイズも当然半分になるわけですよね。そうするとまあ結構大量なものになるとすごくこう効果が大きくなってくるというのはあります。ちなみにこのスライド37までのこの4のやり方っていうのはですね、まあ、若干なんていうか無駄なやり方ではあります。スライド38のようなやり方が多分基本シンプルなやり方だと思います。この1のやつですね、入力ファイルのリードの長さっていうのはこの NGS データの場合には基本揃ってるわけなんですよ。パックバイオとかのデータだと結構長さがバラバラってなってますけどもあれですけどイルミナーのデータとかだと別にイルミナーをそれでこうなんかすごく積極的にこう推奨してるわけでもないんですがとか細かくなんか言い訳っぽいんですが、まあいいや、入力ファイルのリード長が同じ場合にはこちらの方がまあ簡単ですよね。だって入力ファイル読み与えてライブラリバイオストリングスでパッケージをロードして入力ファイルの読み込み時にリード DNA ストリングセット関数を使ってファスト Q というフォーマットのものを読み込んでそれをファスタ形式分の情報のみで取り込んでるんです。でこのファスタオブジェクトの中身っていうのはもうネームズ列が実はあってデスクリプション行の情報も読み込んでるわけですよ。ですからあとはこれをそのままファイルに保存しちゃえばファスト Q からファスタに簡単になるというそういうことなんです。でものによってはですね長さが違うと別の関数で読み込まないといけないとかデスクリプション行がすんごい長いとなんかこう想定外でエラーが出るとか結構人間実にはそういういろんなことが起こります。でこの R 電気配列解析のウェブページ上でもいろんなその迂回路っていうか別の関数こういう場合にはこういう関数使うとかっていうようなものをいくつか例題として与えてるんでまあそのエラーに遭遇した時にはそのあたりを見ていただければと思います。追加なんですけど先ほどその何でしたっけ、ファスト Q を表示させようとしたときに、うん、そのまま打っただけでは表示できずに、そのファスト Q のクラス名から小クラスで、どうやって中身を表示させるかというような方法を見つけたと思うんですけど、うん、別の方法もありまして、それあります STR っていう関数があると、そうするとそのオブジェクト全体の構造がバーッと見えてますので、場合によってはこちらの方法が便利というようなこともあるんじゃないかなと思います。これです、 STR です。私も実はそっちの方を使っていて今回初めてこれ小クラスで書いたんです、はい、私も基本 STR 使います。ですけど STR のデメリットはベレベレって出るじゃないですかみんな、だからここで書ききれないんです、ただそれだけです説明非常にこうややこしいんで厄介なんですごいこう画面がいっぱいこう出ちゃうんでスライドでも表現しづらいんで私はそれ上あえて他ね、いろんな他にどんな方法があるかとかっていろいろ苦悩しながら小クラスっていうやつを見つけてつい最近見つけてあたかも昔から知っているように偉そうに紹介していると、ただそれだけですね。他ありますか。はいはい、ライトストリームセット、あちょっと待ってくださいね。ライトストリームセット、はい、一番最後のやつちょっと聞きたいんですけど、うん、そのこのもう一回かな。そうですね、フォーマットとか、うん、あと BIOS ですかね、はい、こういうのってフォーマットをファスタにしたからその出力ファイルの、うん、名前のところに一番最初に小なりがついたり、小なりファスタの形式の、ああはい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 、
アスタの中にネームスというその行があるからそれがその省内の横に行きたいそこまで私考えながらやってやらないんですけどこうやるとうまくいくっていうただそれだけでやってるんですけどもどうなんでしょうね。ちょっといろいろ変えてみていただいてむしろそれを後でメールでこう報告していただければみたいぐらいなんですけどもということですね。はい、まあ、手続き的にはこれで多分うまくいってフォーマットをファストキューとかですと多分エラーが多分この枠組みだと出るんじゃないかなと思います。だってまあここで与える情報として多分ファスターの分の情報しか与えていないことになるんでひょっとしたらですけどファストキューをそのままここで与えてフォーマットファスタにしたらファストキューの中からファスタ分の情報だけを取り出して出力してくれるのかもしれない。ちょっと今誰かやってみていただけます。ここファストキューにしてそれ以外変えない。それで出力されたら別にこんな余計な小細工をする必要も実は全くないというオチかもしれないですけども、いけましたでしょうか。誰か他にいけたっていう人いますか。エラーは多分出るのかな。どうなんでしょう。今言ってるのはこの最後のファイルに保存っていう部分の何を保存するかっていうところでファスタオブジェクトはいろいろどうにかごちゃごちゃデスクリプション行追加したりとかして作ってでそいつをまあファスタフォーマットで保存するっていうふうにやってるんだけど実はファストキューを読み込んだ後のファストキューっていうオブジェクトをそのままここに書き込めばいいんじゃないかという議論をしていてそれを検証しようとしているということになります。どうですか。エラーが出た。はい、エラーが出たということで、まあ、この書き方でいいとまあ全然オチにも何にもなってないですけど、いきます。講義資料自体はこれスライド70ぐらいでおしまいで残り30スライドぐらいということになりますので、まあ、おそらく60枚ぐらいに終わるんじゃないかなと期待されます。まあ、先ほどのこのスライド38のやつですと例えばまあ、いろんなやり方がその後受講生の方から教えていただきましてファイルの読み込み時に何かこうリードなんかこう綴りはちょっと怪しいですけどファスト Q っていう関数を使って、読み込んだものとかあと最後出力の時にですねライト、ファスタでしたっけなんかそういう関数とかもあってライトファスタっていう関数使ってフォーマットをファストキューとかにするとかそういう感じのことを確かやるとなんかこういう感じのことをやるとですねこんな感じのことをやるとこちらがファストキュー形式のものでもなんかうまくいくんでしたかね。なんかちょっとあんまり記憶が定かではないですけどフォーマットなくていいとフォーマットなくていい。なんかそういうものがいろいろあるんでちょっと若干説明の仕方怪しいですけど、まあ、いろんな関数があるよというのをですね探していただければと思います。例えばショートリード Q じゃなくてショートリードっていうパッケージとかが例題としてどっかにあったと思う今日ずっと使ってたと思うんですけど先ほどのセッションだとショートリード Q のバイオコンダクターのウェブページに行ってどんな関数があるかっていうのを調べるということをやるとまた今回の一連の講義では教えていなかったような関数とかがあってこれで簡単にいくじゃんみたいなそういったものは結構探せば見つかるものですというところですね。はい、25ページ。一番下の入力ファイルの読み込みっていう部分で、ファストキューをファーストページに読み込んでるじゃないですか。はい。読み込んでるじゃないですか。はいはいはい。これをですね、そのまま30ページの一番下のですね、やり方でも、単純にそのフォーマットを変えるだけでも、保存すればいい。はいはい、それがこれですよ。このスライド31のそうかそうか、これはちょっと若干書き方違いますね。それでもいいですね。だからそうするとなんかはるかにこうテストとかやるんじゃないですか。
いろいろやり方があると思います。それが多分美しい説明の仕方でしょうね。ああ、はいはい、あ、分かりました。まあ今いろいろありますね。ただその例題として載せきれていないかったりとか、そのなんていうのかな、例えば Linux 系の頭思考回路だと、なんか相当ユニークを必ずやるとか、やらないといけないという脅迫観念に駆られるとかですね、そういったこととかがやっぱりあるんで、最初にこうどういったところからこう知識を得ていくかとかっていうのに若干こう私も引っ張られている側面があると思うんで、まあそのあたりの情報があまりない方とかはですね、なんかこう何事もなかったかにこうショートリードとかっていうパッケージを眺めて、この関数で簡単できんじゃんとかっていうのを使って、まあどんどん解析できる方はやっていただければと思います。うん、でスライド39のクオリティチェック、これクオリティコントロールとか QC とかいうところなんですけども、そういったところも R で一応できますというところになります。で、まあ、そういった話をする前にちょっとこの講義の枠組みでも、まあ、こんなことやあんなことができますっていうところをざーっと紹介していきたいと思いますけども、まずこのイントル一般のゲノム配列取得の配列取得ってやつで BS ゲノムとか書いてありますけども、これはまあちょっと言ったのかな、まあ、人やマウスなどのリファレンス配列も簡単に取得できるし、プロモーター配列っていうのはこのゲノミックフィーチャーズっていうパッケージとかが私はまあ割と使ったりしますね。で、あと、ボーノ先生の先週金曜日の小野先生だったかどっちか忘れましたけど、バイオマートっていうなんかアノテーションの ID 変換とかっていうのありましたよね。そういったものも実は R でできちゃったりとかするんですよ。それから、あ、これは結構重要かもしれませんけども、イントロ配列取得ファストキューは SRA ライトって、まあ、昔の記述がそのまま残っちゃってて、まあ、どうしようかなっていう感じなんですけども、 SRADB っていうパッケージがあってですね、現地論文とかを読むと RNA シーケンスとか NGS のデータの、まあ、こういう ID で登録してるっていう情報が得られるじゃないですか。でそうするとその ID のみをキーワードとして入力として与えて、それに関連するファスト Q のファイルをダーッと一気にダウンロードすることができるんです、 R 経由で。で一般的にはそのウェブページ経由でやると、なんかサンプルごとにこうなんかファストキーを一個一個こうダウンロードしないといけないっていうやり方が、まあ GUI ベースだとそうで、 Linux でもなんかシェルスクリプト書いて一個一個のファイルごとの1行分のダブルゲットコマンド書いて、それを一気にこうシェルスクリプトで実行してダウンロードっていうようなことがあるやり方がとしてはあるんですけども、 R だとその大元のその ID のみで一応ファストキーをダッとダウンロードすることができます。でもちろんそのでっかいファイルですからダウンロードに相当時間がかかるし、なんかちょっと油断してですね、600ギガぐらい のファイルとかをダウンロード、こうノート PC とかにやると、すると全然ハードが足りなくて途中で死んでるとかですね、そういったこともまあありがちなパターンというのはあります。そうですね、まあそんなもんですかね。はい、でそれがまあ例えばこのダブルゲットとか FTP のあたりに関連するものはこの赤矢印に相当するやつ でスライド41なんですけども、うん、でこれはまあ先ほどのセッションで言いましたかね、ファースタ形式とかファースト Q 形式で、まあ、ファイル形式の変換っていうのも、これもボーノ先生のところで出ましたかね、バムからベッドへの変換とかそういったものもあったりします。でこのあたりは Linux コマンド知ってる系の人はサムトゥールズとか、あ、まあ、このあたりファストキー C とかっていうあたりもと関連する部分がこの赤矢印のあたりっていうことになりますかね。うん、でこのあとやるのがこの前処理クオリティチェックの QRQC っていうパッケージで、これがまあファスト QC とっていうやつとまあ同じものということになります。でNGS 解析とかのキーワードでググってもらうと、こいつがこの R 電気配列解析のページが実質的にトップに来る理由は、おそらくこの R のコマンドだけじゃなくて、この QRQC の こいつかクオリティチェックについてっていう部分をこうクリックしていただくと分かるんですけども、かなり最新の部分の現状論文とか、それに付随するそのプログラムとかのリンクとかもダーッてこう貼ってるんですよ。ですからこういったところから、まあ、最新 そのプログラムとかを、まあ、俯瞰することができるし、現地論文に簡単にこう飛ぶこともできるというふうな感じにしちゃってるんで、まあ、こういったところから、まあ、他の方はちょっと情報収集してるのかもしれないというのはあると思います。ということで、まあ、言いたいことはファスト QC とか
R 以外のプログラムもリストアップしてますよというところですね。はい、で、本題のスライド43のクオリティチェックというところになるんですけども、この QRQC ってやつをのところをクリックしてみてください。うん、こいつは何かっていうと、なんだろう、全体でクオリティスコアの中全体的な分布であるとか、その重複したリードがどれくらいあるかとか、なんかその前処理ですね、言ってみれば前処理的なところのなんか全体像、そのサンプルのクオリティの全体像を知るとかっていうふうな目的で使います。でファスト QC っていう有名なプログラムも基本的な目的はそういったところで使うやつなんですね。で、まあ、それの R バージョンみたいなものだという認識でいいです。でスライド44みたいな感じでこれコピペしてみてください。でもちろんこの入力ファイルがあるところでやるんですよ。でおそらくコピペ自体はうまくいって、なんかこうコマンド打ち込めるような状態になっているところまでは多分皆さんコピペでいけたと思います。でどうなっていれば正解かというと、今皆さん作業ディレクトリ、おそらくデスクトップのホゲだと思うんです。そこをもう一回ちょっと眺めてみてください。新しくフォルダーができているはずです。フォルダー名は SRR037439-record っていうフォルダー名ができていると思います。そいつをクリックするとなんかレポート HTML ってやつが見えて、そいつをダブルクリックするとこのスライド45の右側にあるような感じの HTML レポートが見られるはずです。そのクオリティスコアなんですけど、私フレット33.64でした。これってそれさっきのイルミナに対応してるんですか。忘れましたって話ですけど、なんかありましたね昔ね、そういうのね。でこの SRR037439 で ID 番号的に若干古いんで、ソレクサあたりのやつだったとは思うんですけど、これねどうなんだろう、プラス33を内部的にやってるんだと思いますね。で厄介なのが、そういうのをちゃんと書いていないから、なんかちょっと勝手に変換して、実はなんか全然違うところ、なんていうかオフセットを与えないといけなかったのに全く違ってるとかですね、そういうことも結構ありがちです。で論文名もちょっと忘れてしまったんですけど、 NAR の2010年の論文でそのあたりについてディスカッションしてるやつがあったと思いますけども、つまりですね、イルミナとか、そのイルミナはもともとイルミナさんいるあれなんですけど、ソレクサっていう会社がその次世代シーケンサー開発して、その時にこうサンガー形式のフレッドスコアっていうものがもともとあって、それとはちょっと独自にこうクオリティスコアをやってたんですね。でそれで、まあ、クオリティスコアのその値の分布っていうものが、まあ、結構広かったりとかすると、まあ、うまくこう合わせたりとかしないといけないから、昔はそのあんまりこう一定してなかった、いろんなフォーマットがあったんです。でフォーマットをなんかうまく統一的に取り扱うためになんかプラス33してうまくサンガーのフレッドスコアの分布に合わせようとかですね、そういうこうなんかオフセットをしてたんです。ですけどSRA とかのデータベース上に登録する際にサブミッターが間違ってですね、なんかちょっと違うような変換のオフセットを与えてたりとかしちゃってて、ちゃんと統一的にできていなかったっていうのが昔のデータということになります。で今はおそらくこの1年前ぐらいからは統一的なフォーマットっていうかこのクオリティスコアの分布でできているはずですから、注意点としては昔のデータを取り扱うときには気をつけてくださいということになります。もうちょっと待ちますが、まあ、ちょっと打足として
この QRQC っていうパッケージは若干癖があるパッケージなのかどうかわからないですけども、なんかこうエラーは出るんだけどちょっと結果を返してくれてたりとか、ちょっと前のバージョンだとうまく動いてなかったりとか、ちょっと扱いづらいです。また私の講義でもちょっとしばらく使っていない時とかもあったんですけども、また最近ちょっと眺めてみるとエラーは出るけど、なんか一応 HTML ファイルは出るし、最低限の情報は一応伝えられるっていうことと、ファスト QC のとコンパラな R のパッケージとして今R で利用可能なものっていうのは多分私の知る限りでは QRQC っていうパッケージしかないですよ。ですからまあしょうがなく使っているというのが現状ですね。よし、じゃあ説明いきましょう。スライド45の HTML ファイルが開けているという状態なんですけど、若干こう字が潰れていますけども、このデータは35塩基の長さで500リードからなるファイル、データを入力として与えてこのようなグラフを書かせているんです。でこのグラフはクオリティバイポジションって書いてあるんですけども、横軸が塩基のポジションで、35あたりで止まっているのはこれが確か35塩基の長さだったからです。ですからこの右の方に行くほど読み進んだ方で、左の方の0に近いところほど、まあ、読み始めのところということになります。で縦軸はクオリティスコアで、これはいわゆるフレッドスコアと同じようなものだと思っていただければいいです。で20以上っていうものが、20っていうのは P が 0.01 に相当するところですから、100回に1回しか間違わないぐらいのクオリティに相当するのがフレッドスコアの20っていうところですね。で30っていうのは P が 0.001 ということで1000回に1遍で、40っていうのは P が 0.0001 ということで1万回に1遍しか間違えないっていう、そういうところになるわけです。でよく20を識別として使うのは、一般的に統計的な検定でも P が 0.01 っていうのをスレッシュホールドとして使うっていうことと、もともとのそのサンガーの確か論文でしたかね、それでも、フレッドスコアを最初に言った論文でも P が 0.01 っていう明確な識値としてなんか提唱していたと思いますので、そういうまあ歴史的な経緯があるんじゃないかと思います。まあ、0.05 にするとちょっと20とかっていうところよりも若干こう低い値になって、まあ、数字としても取り扱いづらいというちょっと気持ち悪さがあるから 0.01 なんだろうと思います。でよくありがちなものとして、NGS のデータとして読み進めていくうちにクオリティが下がってくるというのがこれからもよく見えると思います。そういう見方をします。そして、一つ の目安としてはこのクオリティスコアの20っていうところですね。でこのデータの場合は20以上のものが読み進めていくとほとんどないということが分かると思います。そういう解釈の仕方をします。で他にも下の方バーって見ていくと若干見づらいんですが、ヌクレオチドフリークエンシーバイポジションということで、ポジションごと の ACGT の出現頻度とか出現確率とか、そういったものが下の方に行くと確か見えていたと思います。はい、ということで、クオリティチェックを NGS データを上げた時にして、で、クオリティの低いリードのフィルタリングなんかを次には行うわけですね。それがこのクオリティスコアでのフィルタリングとか、 N を含むものとか配列上が一定以上のものを除くとか、そういうフィルタリングっていうところになるわけなんですけども、例えばこれスライド47っていうものがフィルタリングの一例で、フレッドスコアが低い配列、まあ、低いリードを除去するというものになります。これをちょっとやってみましょうか。スライド47から48にかけてですね。どうでしょう、コピペするだけだから、まあ、一瞬で結果出てると思いますけども、スライド48のような結果になっていない方はいらっしゃいますか。いない。ここでやってるのは何かというと、スライド47の説明にちょっと戻ってますけども、フレッドスコア20未満の塩基が配列上の 10% 以上を占めるリードを除去するやり方ということになります。一般的な、割と一般的な識値の設定だと思いますけども、これをやった結果どれくらい生き残ってるかというと、これ5リードしか生き残ってないということを示しています。入力が500リードで生き残った結果が5リードということなんです。えらい落とされてますよね。
でこれがおかしいと思えるかどうかっていうことなんですけども、これはリーズナブルなんです。なぜかというと、スライド49なんですが、この QRQC パッケージで眺めた結果として、今我々が設定している敷地ってクオリティスコア20ですよね。フレッドスコア20なわけですから、フレッドスコア20のものが塩基配列横横軸全体に占める割合が 10% 以上のリードを除くということをやってるわけです。で後半の方、ここら辺を 見た段階ですでにもう 10% 以上の長さにわたってクオリティスコア20以下のものが相当あることが分かりますよね。ですからこの 500リードの入力ファイルっていうものは全体的にクオリティスコアの低いものの部分のサブセットを入力として与えているんです。ですから500リードから通常の、まあ、リーズナブルなフィルタリングを行った結果として5リードしか得られないというのは至極当たり前ということになります。でそれはこの QRQC パッケージの結果を眺めても合理的な何て言うかな、コンパラな結果ということになるわけですね。なんか、異論のある方いらっしゃいますか。まあこの辺りはないと思いますけども、極めて妥当であるということになります。ですからなんかこの QRQC の解析を行うことの意義っていうのはあまりこう考えない方もいらっしゃるかもしれませんが、この結果を眺めて大体どれくらいの敷地にすればどういう結果が返ってくるかっていうことの感覚を身につけた上で、実際に例えばこのフィルタリングの時とかでどれくらいの敷地でやろうかなみたいなことをまあ考えるわけなんです。はい。で、こういう話をすると、まあ、他の論文とかで、まあ、一般的に使われている敷地を、まあ、そのまま使いたいっていうことが、まあ、あると思うんですけども、私自身は残念ながらシミュレーションデータ系の人で現場の人ではないんで、その具体的にこういう敷地でやってるものが多いとかっていうサジェッションを与えることはできないです。むしろ逆に多くの人がこの現地論文ガーって私にリストアップしていただいて、こういう敷地でやっていると、ですからこの論文でやってる敷地のやり方っていうものの項目を載せてくださいっていうのを私にリクエストするんです。そうすると私がこの論文のやり方だとこういうパラメータを与えればいいですよっていうなのを載せるんで、皆さんはそれを利用するという、そういう感じのやり取りになるわけですね。で他にもいろんなフィルタリングのやり方があって、例えばフレッドスコアでフィルタリングをするっていうのもあるんですけども、この ACGT のみからなる配列っていうフィルタリングも実はありなんですよ。だって一定以上のクオリティスコアが低いものっていうのはリードの塩基配列情報の段階で実は N になっていますよね。 N になってるから N を含まないリードのみっていうフィルタリングも実はリーズナブルなわけです。ですから実際には許容する N の数を0にすればACGT のみからなるし、 N の数を2まで指定すれば36塩基中の2塩基までは N が含まれていいというふうなフィルタリングの仕方もできるわけです。それがこの配列上でのフィルタリングというものは、こいつは想定の入力ファイルとしてはレフセックとかですかね、レフセックとかの転写物の数万の配列がある状態で、この中から200塩基以上のものをフィルタリングしたいとか、そういった場合にこの辺りを使うということになるわけです。どうですかね。ではスライド51をいきますね。動作確認用のサブセットの作成ということで、まあ、これは何だっていうことかもしれませんが、これに相当する項目はこの前処理フィルタリング任意のリードを抽出っていう項目名になります。で一般にこの数千から数億リードからなる NGS データをですね、テストすることなしにいきなり解析するということは一般的にはしないです。なぜかというと、まあちょっと、まあ、なんていうのかな、失
失敗した時にこけてた時とかに結構ダメージが大きいですね。スノークリエイトでこう何日もかかるようなプログラムとかだったりするとちょっとした自分のミスで数日無駄にしちゃったりとかするっていうこともありますんで、一般的には本番前の動作確認っていうのを主目的として、まあ、最初の10万リードとか、まあ、ランダムに総リード数の X% 分とか、まあ、そういった感じでですねサブセットを用いてプレイ解析を行うのがおそらく一般的なんです。で、まあ、そのためのやり方をどうするかっていうことなんですけども、例えばこの前処理フィルタリング任意のリード抽出の10番なんですけども、これ例題が10個以上あるっていうことを表しますけども、こいつなんかだとこれはどういうことかというと、抽出したいリードの範囲を指定というのがパラメーターとして与えているわけなんですね。これは全部で500リードがなるということが分かっているんですけども、5番目から20番目のリードのみをのサブセットを抽出するということをやっているわけです。やるためのテンプレート、実はこの入力ファイル自体がすでにあの本当のデータの最初の500延期っていうものをサブセットにした上で、さらにそのサブセットのサブセットみたいなことにしちゃってるから、あまりこう意義付けっていうのはよくわからないかもしれませんが、実際のデータっていうのはまあ2000行で収まるわけがないわけですね。数億行とかになるんで、まあ、そいつをそのまま入力として与えて、まあ、実際ここの範囲とかは1から10万とかっていう数字を指定して、あの最初の1万行1万リード分のサブセットを得るみたいな感じの使い方には実際にはなるということになります。これ基本形ですね。でこれちょっと皆さんやってみてください。スライド54ですね。よろしいでしょうか。このあたりの解析というのは非常にベーシックな部分ですので、まあ OS 間の違いとかっていう問題にはおそらくぶち当たらないはずです。皆さんこういう結果になっていると思います。これでどう解釈するかということなんですが、まず我々がやろうとしているのは入力ファイルとして500リードからなるファイルを入力として与えて5から20番目のリードを抜き出すということをやりたいと思ってそれをコピペでやっているわけです。ですから出力ファイルとしてなんかちらっと見えるものの中が5から20だから16になっていなければ、それはやり方が間違っているに違いないと判断しなければいけないわけです。よろしいですかね。5から20ですよ。まずこれぐらいで、まあ、なんとなくこう指定した通りぐらいの数になっているから、おいいねいいねって思うわけです。で次にこうスライド55なんですけども、入力と出力の関係なんですけども、入力は500リードで出力は16リードなんですね。で実はこう公共データからダウンロードしたときにはこのリードの ID のところにこの SRR037439.1 とか .2 とか .3 みたいな感じがあると思います。これリードのシリアル番号に相当するわけなんですけども、ですからこの入力ファイルはずっと下の方までテキストエディターで見てみるとリード .500 っていうのが最後に出てると思います。で一方でこの出力というのは5番目から20番目のリードを収縮するというのが目的ですから、これがドット5から始まって6、7、8、9っていうことでバーって見ていくと一番下がドット20で終わってると思います、うん、まあ、確かに思い通りに取れてるということがこの辺りを眺めることでも分かるわけですね。今ちなみにこの3番目の行とかになんかこうデスクリプションの部分が消えちゃってますけど、別にそれはあの全く何の問題もないです。でこれはもうあの1行目のデスクリプション行の情報と同じじゃないですか、これね、同じなんで、まあ、一般的にはなんか私消しますよ、だってファイルサイズ食うから、うん、これでいいと思います。まあ、どうしても俺は入れたいんだっていう場合にはもう勝手にやってくださいって感じなんですけど、はい、私はやり方知らないですね。それで次スライド56なんですけども、これ今度11のやつです。11ですよ。これはパラムで指定したリード数をランダム抽出するやり方になります。ランダム抽出です。これ皆さんやってみてください。はい、はい、あ、ちょっと待ってですね。ちょっと
と前の例題の順に戻るんですけど、はい、サブセットっていうかそのからのレンジっていうので5から20のリードを指定して、はいはい、その後に OBJ で1回それを入れてるじゃないですか、はい、これ全く同じものなのに、うん、まあ、なんでやったのかっていうのと、うん、はい、試しにからのレンジでその次やってみたらエラーが出たんで、このパラムレンジのものをここのオブジェの代わりに入れたらエラーが出たと、はい、あ、うんうんうん、それはですね前のファストキューが残っちゃってるからっていうオチだと思います。あ、うん、だってこの段階でパラムレンジでやったファストキューに対してもう一回このファストキューパラムレンジのファストキューにやろうとしてエラーが出るわけですよね。あ、うん、だからこの5から20だから16リードしかない状態で5から20だから16リードしかないのに20番目のリードを指定しようとしてだからエラーが出るっていうことになります。バウンドが何ちゃう感じ、うん、で一つ目の質問に関してなんですけどもこれはもちろんおっしゃる通りといえばおっしゃる通りなんです。別に何を言ってるかというとそういう2番目の先ほどのエラーは なしにしておいてオブジェというものを別にかます必要は本当はない。つまりパラムレンジというのをいきなりここに入れちゃえばオブジェというもの必要ないでしょっていうそういうご指摘なんです。おっしゃる通りなんです。なんでかっていうと私もこういうところにまでオブジェというのを入れなくていいなって実は思ってるんです。ですけどなんていうのかなこういうなんかサブセットを得るっていう時に自分の中でオブジェっていうものを入力とするっていうふうに決めちゃってるんでその枠組みで統一感を出さないといけないからこういうなんかちょっとややこしいことをしちゃってるっていうなんか地縄呪縛みたいなそういう感じですね。はい、ありがどうでしょう、このスライド今56を示していますけども30ランダム抽出で30リードを取るということをやっているわけなんで最終的にここに見られるのは皆さんこう下一番下の文字が30になっているはずです。そうなってなければ絶対やり方が間違っているということになりますね。で出力ファイルをちょっと眺めてみていただけますか。ホゲ 11.fastq ですけどもこれ 何度かやり直してる人は違ってると思いますが1回だけやってホゲ 11.fastq を得ている方っていうのはこう2、15、28、36、39みたいな感じになってると思います。テキストエディターで眺めてみてリードの ID ですね CR 番号は2、15、28、36、39ってほとんどの人が多分なっているはずです。眺めてみてください。なってる人うん、結構いますよね。結構いますよね。それなんでかという話なんですがこれはですねこれはうんうんそっかそっかこれの説明をする前にこうなんかちょっとまたオブジェっていうのを入れちゃってるんでまず先にスライド通りに行くとそっちの説明をしますけども今のこのオブジェっていうのは先ほどの議論のオブジェっていうものとは違います。うん実は内部的にサンプルっていうサンプリングっていう意味なんですけどサンプリング用の関数を用いて発生させた乱数を発生させるんですね。その乱数からなる数値ベクトルがこれこの場合オブジェなんですけども、まあ、数値が乱数だから例えばこのオブジェっていうのを皆さんそのままこうリターンオブジェって言ってリターンやるとこういう感じでこう数値乱数が得られると思います。乱数が得られてるはずです。でこの順番で例えば277番目のリード96番目のリード92番目のリード337番目のリードみたいな感じでランダム抽出順番に抽出していくわけなんですけどももともと別にシリアル番号で1から500みたいな感じになっているわけなんで、まあ、できるだけまあそれに揃えようってただそれだけの思想なんです。でじゃあそれを具現化するためにどうするかっていうとソートっていう関数をかますんですね。でそうするとこの中のオブジェっていう数値ベクトル中の数値をですね
要素を相当してくれるわけです。でデフォルトはあの照準上がっていく、そういう相当の仕方になりますから25、28、36、39みたいな感じになるわけなんですね。そうか、デフォルトがこのデクリーズイングオプションがフォルスだからなんですね。ちなみにこう逆にすることももちろんできますよという、それを示しているだけです。だから一見この本番の中が若干ややこしい感じになるわけです。うん、はい。で説明をちゃんとあのしたいというか、皆さんの環境を揃えたいんで、また一旦ですね、黒枠の部分のみをコピペしてみてください。ここにまた皆さん条件を揃えます。黒枠の部分のみコピペしてください。できましたか。今一番下の部分がセットシード1010閉じるという状態になっているという前提で話を進めますけども、うん、今ここでやろうとしていることは500リードからなるあのファイルを入力としてあの与えて、その中から30リード分をランダムに取ってその結果を返す、そしてサブセットを得るという、そういう目的でやってます。どうやってランダムなあのに取るのかというところの中身の説明に入っていくんですけども、そうですね、全部で500リードからなるわけですから、1から500という整数をまず用意しておいて、その中から30個取ればいいですね、基本的な考え方としては。まあ、そのためにあのサンプルという関数を使うんですけども、この時に、例えばこうファストQって打つと500リードっていう情報とかあるわけじゃないですか。でこのレングスっていう関数をまたこれに対してかますと500っていう結果が返されるんですよ。でそうすると自分で500っていう数値のみを明示的に与えるんじゃなくて、入力ファイルのリード数を自動的にカウントしてその情報リード数を得る、そのためのおまじない的なやり方がレングスファストQなわけですね。この場合はこうやってまあ一般化させるわけなんです。今ここでまたそのレングスファストキーを書くとややこしいんで、ここではまた意図的に1から500っていう感じにまた書き直しますけども、実際にはここが1からレングスファストキーになっていますけども、これがまあ1から500に相当するものだと、そういうふうに思ってください。そしてこのサンプル関数が内部的に何やるかというと、1から500っていう整数の中から30個分ランダム抽出しなさいと、その時に復元抽出するかしないかっていうオプションがあるわけなんです。それがリプレイスっていうオプションです。リプレイスイコール F ですから、復元抽出しないわけですというオプションを与えてここではやっています。ですから同じ数値整数は二度と出てこない、そういう条件になります。うん、一回これそのままやってみると多分全く同じ結果が得られると思います。で2回目また全く同じコマンドを打ち込むと、また今度108、210、203みたいな感じで全く同じ、私と同じか結果が得られると思います。スライド61いっちゃいますけど大丈夫ですかね。いきましょうか。これと違う結果になった方いますか。いないですよね。全く同じ結果になるはずなんです。このようにですね、再現性のある乱数になっているのはセットシードっていう、ここにこう書いてますよね、セットシードっていう関数で任意の乱数の種番号を指定しているからなんです。でここでは別に何でもいいんですが1010っていう、まあ、種番号を指定しているわけです。で皆さんも、私も1010使ってるし、皆さんもこう1010っていう種番号を使っているから、そこから最初に乱数を発生させたら当然なんか同じ結果が得られるということになるわけなんですよ。でこの数字はどういうものがあるかというと、別に1でもいいし999でもいいし1000でもいいし何でもいいわけです。うん、いや例えばこのセットシード9とかにしてみましょうか。でまた同じようなことをやってみてください。どうですかね、スライド62と同じような結果に皆さんなっていると思います。スライド63なんですけども、
まあこれも別に皆さんやらなくてもいいんですけど、が前だけ見ていただければいいんですけども、このセットシードっていうやつは見慣れないと、見てそんなもんかっていうことが分かっていないと、なんかすごくなんだこれはって思って何の説明も大抵の場合ないんですね、ないんですけども、まあこういう挙動するもんだっていうことが分かっていればいいと思います。で実際に我々の TCC とかのバイオコンダクターのパッケージでも、まあ、特に説明することもなく使われていたりしたりします。で別にそのデベロッパーによってここが999だったりとか結構変わっていたりとかするんですけど、それはまあただの種番号ですよというところでいいです。でこれの使い方なんですけども、まあ、主には基本的にはバイオ側の人が使うようなものではあると思います。例えば乱数発生させてなんかシミュレーションで性能評価を行ったりとかっていう時に、いくら乱数とは言っても再現性がある程度いい方がいいですね。再現性が高い方がいいんで、例えばセットシード1にして1回目の乱数発生させて性能評価をする、で次はセットシード2にして乱数発生させてやるとか、なんかそんな感じで性能評価を行い、しかも再現性のある性能評価を行うみたいな感じのことをやるわけです。でバイオコンダクターのパッケージ上でもなんかこう乱数を発生させてなんかこううまく分布を見積もるとかですね、そういうパラメータフィッティングを行うとかっていう時にも一応なんか乱数を発生させたり実はするんですけども、その時に、まあ、特に言及することもなくセットシードっていうのを実は使っていると。それは再現性のある結果を皆さんにも提供するしたいがためにセットシードっていうのを内部的にこうちょっとひっそりと入れていたりするわけなんです、うん、でスライド64なんですけども、これ先ほど何かありましたよね、ちょっと違うか、違いますね、原因基地状態でエラーを発生させています。これはどういうことでしょう。このサンプル関数なんですけども、これ別にやらなくてもいいですよ。1から500という整数ですね、500個の要素がある整数を用意しておいて、その中から501個ランダム抽出しましょう。リプレイスイコールフォルスなんですね、非復元抽出しないわけですよ。非復元抽出なんです。1個取ったらなくなっていくわけです。500個しか取れないんです。だから501個目は取れないと、そういうことですよ。だから、まあ、そういったことが分かった上でリプレイスイコールフォースなどで募集台以上の大きさの標本を取ることはできませんというのを見ると、ああ確かにそうだよねっていうことが分かると思います。このやり方は例えばこの例題の2のやつですね、マルチファスタファイルを読み込んで、こいつの場合はオゲオン .fa っていうやつを読み込んで、2番目から4番目の、まあ、リードの範囲を指定っていうふうにこれは書いてますけども、こいつは例えばヒトゲノムのマルチファスタを読み込んで2から4っていう ここの部分が例えばヒトゲノムファみたいな入力ファイルを与えると、2番染色体3番染色体4番染色体の配列のみサブセットを抽出することに相当するわけです。いろいろと応用範囲があることが分かるんじゃないですかね、うん、でスライド66なんですけども、例題8ですね。これは実は GZIP の圧縮ファイルを入力とすることもできるんですよ。このライトファストキューという、まあ、最後 のファイルに保存するときにコンプレスイコールトゥルーっていうオプションをつけることによって GZIP 圧縮ファイルで出力することもできるんです、うん、できるんです。でこの8の例題の場合っていうのはコンプレス圧縮しないっていうオプションとして与えているから、その場合にはこのアウト F でのところがファストキューのままでここに GZ はつけないというふうにします。で仮にこう圧縮ファイルの GZ 形式で保存したい場合にはここを GZ に変えた上で、そしてこのコンプレスのところを TrueT に変えるんです。そういうふうにするといいですね。でちなみにWindows でこうなんか私いつも Windows でしてから動作確認はしないんで、ああうまくいったうまくいったって思って講義で
おお、こんな感じで今できるんですよってこう自慢げに言うとですね、Mac の方がなんかできなかったんですすいませんとかって言って、なんかそういうオチがあったりとかっていうことで、まあこういったところでもあの OS 間の違いっていうのは結構現実問題としてはあるというのを、まあ教える側になった時にこうあの覚えておいていただければと思います。まあ、逆にこの Windows でもできるというところでこう驚きを持って受け止めてくれる方も結構いるんですね。Linux 系を使っている方っていうのはもう gzip とかの圧縮ファイルはもうなんかデフォルトでなんかコマンドライン上でもなんか圧縮は回答するもんだと、回答した上で取り扱うもんだという前提でやってる人が結構いるんですけども、実は Windows だとなんか gzip 圧縮ファイルを入力として与えてなんかいろいろごちゃごちゃやった後に gzip 形式でまた出力することもできるみたいな、そういうなんかちょっとトリッキーなことも実は今はできるようになっているんです。はい、どんどんいっちゃいましょうかね。スライド67です。でその他としてファスタとかファストキーファイルのデスクリプション行政系ってまたこれ最後の最後で何ていうかチップス的な話を入れちゃってるんですけども、わからない人はまるんですよ、この辺りはまります。だから教えるんですが、項目としてはイントロ NGS 読み込みファストキュー形式でデスクリプション行の記述を整形っていうふうな部分に相当します。これ別にファスタ形式のやつでも同じで、ちょっと上にありますよね、同じようなものがこういうのがあります。これをまあやるときに、まあ我々ぐらいのアラフォーぐらいの世代の人は大体こうパールでみんなやるんですけども、パールプログラムであのデスクリプション行の記述をなんか好きにこう整形したりなんか任意の文字列入れたりとかですねやったりとかするんですけども、それがまあ R でできますよということです。うん、例えばこれスライド69でもいきなり結果のみ示すんですけども、こんなデータを与えてこんな結果が得られるというそういう例のみで説明しますけども、例えばこれは入力がずっと使っているファストキュー形式のファイルです。これデスクリプション行が SR のなんとかかんとか .1 でなんかスペースがあってなんかごちゃごちゃごちゃってこう記述がありますよね。でこいつをなんかスペース以降の数字文字を全部消しちゃいたいという目的があったりします。そういう場合に、まあ、これをテンプレートとしてそのまま使えばいいんですよ。で内部的にこれ何をやってるかというと、あのパールとかの、あのパールだったかな、スプリットっていうコマンドを使って使ってやることと同義のことをやってるんです。でここではあの細かいところはすっ飛ばしますけども、例えばパラム1ってやつでこれスペースが実は入ってるんですね。区切り文字としてスペースをここで与えてるんです。でこれの意味するところは、まずこれデスクリプション行全体像を眺めてどういう戦略でこうスプリットをして目的のものを取るかっていうあの戦略がないといけないですよ。あの思考停止に陥ってはいけないです。これ眺めるんですね。目的はこの赤線部分を取りたい、その時に眺める。最初にスペースがあるでしょ、スペースがある。だからこの段階ですね、スペースでやればいいんだと、スプリットすればいいんだということが分かるんです。でそれを指定するためのところがパラム1のところに相当するわけです。でスプリットしましたと、した後に分割されますよね。例えばここでも分割されますよね。ここでも分割されるでしょ。で1個2個3個みたいな感じで分かれるんですけど、我々が欲しいのは分割した後の1つ目のもの。だからここに1を指定するんです。ちなみにこう2つ目のここの部分ですね、この部分が取りたい場合にはここを2にすればいいわけです。こんな感じであのデスクリプション行の部分から、まあ、2の取りたいところを取るということをやるわけです。でこれの効果としては結局あの実際には我々はこういったあのファストキュー形式のファイルを入力としてなんかアセンブルしたりマッピングしたりとかっていうことになるんですけども、マッピングをした結果のファイルっていうものはデフォルトではこのデスクリプション行に書かれている部分はそのまま出力ファイルにこうどん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 書かれていくわけです。ですからここの長さが長ければ長いほどファイルサイズがダーって増えていっちゃうわけですよ。ですから入力ファイルの段階で、まあ、例えばこんな感じで減らしておくことがまあ結構重要になってくるわけです。ではどんどん減らしたいんだったら別にリードの
細かい名前なんてどうでもいいと、まあ、例えば CDR 番号だけで十分だっていう、そういうことだってやろうと思ったらできるんですね。これもまあ組み合わせになるんですけども、例えば、この基本テクニックの段階ですでにこの赤枠、赤の赤線部分のみになっちゃってるわけですよね。でこの段階で、目的はこの赤線部分ですね、赤下線部分の部分のみ取りたい。だからこれ眺めるわけですよね。眺めてどれでスプリットしようって、もうドットしかないでしょ。ドットしかないわけです。だからパラム3のところでこうドットを指定するわけです。ドットをするとこうドットでこうスプリットするわけですね。でスプリットした後にどっちを取りたいか、1つ目の要素か2つ目の要素か、2つ目の要素でしょ。だからここに2を指定するんです。でそうするとめでたしめでたしということで、このようにですね、デスクリプション行の情報を必要最小限のものにこう、することができるわけです、ね、これそのものではないんですけども、まあ、こんな感じでですね、ペアードエンドとかの場合、NGS でこう読んだときに、シングルエンド片側のみで読む場合と両方が読むっていうものがあって、そいつをペアだっていうことを認識させるためにあるプログラムはデスクリプション行の右側、一番右側になんかスラッシュ1スラッシュ2ってやってくださいとかっていうことを書いてたりとかするんですね。だけどこういったものっていうのは書いていなかったりする場合が多いんです。ですからそういう場合に、例えば、ここにはそのまま載せてはいませんけども、なんかどっかにこうチップストッチして書いていたと思うんですけども、具体的な戦略としては、先ほどまあどっかの黒板に書いていたと思うんですけども、例えばこのペーストっていうコマンドを使ってデスクリプション行の部分のこいつと、それになんかなんていうのかな、スラ1ならスラ1って書いてくださいと。で結合する時のコマンドとして何もスペースの中入れないとかっていうふうにやると、デスクリプション行とこのスラ1っていうものが結合されたデスクリプション行を新たに作って、それをそれで置換する、あるいはここの部分をスラ2とかっていうふうに変えることによって、ペアードエンドの情報を指定した新たなデスクリプション行にして、そして実際の書けたいプログラムに与えるみたいなことをするわけですといったようなところも、まあ、知っておくこと非常にいいし、スプリットコマンドっていうのも、まあ、こういった局面で使えますよという話ですね。これはそうか、スライド70だと、例えばこのテクニックはレフセックなどのトランスクリプトの配列からバージョン情報を除いたレフセック ID 部分のみの抽出なんかにも転用可能だというところで、まあ、うまく予定通り明日以降もまたヘビーなのが始まるんで5時半ぐらいで終われたという感じになりますけれども、何かありますでしょうか。はいはい、ダッシュ。今日学んだポスタックについて、それ実際自分のデータでやってみようと思うと、やっぱり一番気になるのはパスタケファイルって結構何ギガもしたりするんじゃないですか、それを一気で読み込んでやっちゃうとやっぱりメモリの問題があると思うんですけど、今学んだ、その順番でやると そういう問題はないんですか。だいぶ出始めてますね、ぶっちゃけ。で こいつとか対応 PC とかだとメモリ8ギガ積んでるんで、まあ、そこそこうまくいくんですけども、まあ、それのそんなファイルサイズじゃなくなりつつあるんで、まあどうなんでしょうね。もっとメモリが載ってる、まあ、例えば私程度 のもので取れる程度の数百万ぐらいのサーバー買うと、数百ギガぐらいのメモリのものが買えるんですよ、計算サーバーが。で数百ギガぐらいのメモリだと、まあ、そこそこの計算はできるっていうのはあります。例えばハッシュタグファイルを何秒まで読んで、なんか計算をやって、また後から何秒まで読んで計算をやってっていうような読み方はない。まあそんなトリッキーなやり方をするよりは、なんだろう、
先週の中里先生とか中村先生とかのあたりで習ったような、あの基本 Linux の基本コマンドを知った上で、あの遺伝系のスパコンを使うとか、そういったところが現実的だと思いますね。あとはその、まあ、あちこちの講演で言ってるんですけども、 DDBJ のリードアノテーションパイプラインっていう、そのウェブブラウザ経由で、あの中村先生が確か言ってたと思うんですけども、あのウェブブラウザ経由で実は内部的には遺伝系のスパコンを使ってアセンブルしたりマッピングしたりとかっていうのが、まあ現実的な対応策なんじゃないかなと思います。でそういったことがヘビーな計算がそういったものでできると、あとはもうちょっとした解析っていうところになるんで、それぐらいのものであると、まあこのようなあの非力なノート PC ぐらいでもどうにかなるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。